はい、皆さんお疲れ様です。お待たせしました。この後ですね、決勝トーナメントが始まるわけなんですけど、今回ちょっといろんな方たちにね、僕協賛していただいてるんですけど、今回クーペレーションカップにご協賛いただいてる無敵時間さんから、お知らせがありますので、まずはこちらをご覧ください。無敵時間、それはゲームから生まれた概念であり、現実の誰にでも訪れる特別な時間。楽しんでいるとき、夢中になっているとき、癒されているとき、困難に立ち向かっているとき、そして自分を追い込んでいるとき、あなたには何者にも負けない無敵時間が流れている。はい、ということでね、今回無敵時間さんの方でゲストが、来てくださっていますので、ちょっとご紹介したいと思います。住友さん、お願いします。はじめまして、住友です。はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、今回住友さんは無敵時間のブースでですね、 T シャツとか販売なんかを、T シャツとかパーカーの販売なんかをやっていただいたんですけど、はい、ですよね。はい、そうです。サードプレイヤーの皆さんに無敵時間のことを知っていただくために、メイハムちゃんと2人で今日は頑張りました。ありがとうございました。今日は海外勢がすごい多かったんですけど、その方の対応なんかも全部やっていただいたみたいで。はい、そうなんです。This cooperation cup is the first time I've been in Street Fighter 3rd tourney. Isn't it so exciting and amazing for me? Hope you all are enjoying too. And please check the online store as well. The URL is mutekijikan, mutekijakan.com。よろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと僕意味7分の1ぐらいしか分からなかったんですけどありがとうございます。はい、というわけでですね、ここまででいいんでしたっけ。はい、大丈夫ですよね。無敵時間さんがここまででいいんですよね、お知らせは。はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい、明日もいるので、メイハムさんと私もに会いに来てくださいね。よろしくお願いします。なんかコスプレとかしてるんですもんね。はい、明日は、メイハムちゃんがチュンリーのコスプレ、はい、私がギルの秘書のヘレンのコスプレをして、マニアックですね、ずいぶん。お待ちしています。はい、ありがとうございます。皆さん、なんか写真とかあったらお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっとまあね、俺らも慣れてないんでね、まあこれで大丈夫ですよね。はい、決勝トーナメント、まあこれから始まるんですけど、やっぱスーパー強いチームが上がってきてますんでね、本当に楽しみですね。最後ユンが抜けてきましたね。はい、というわけでもう準備の方も今着々としてるんですね。じゃあですね、決勝トーナメントは予選ちょっと負けちゃった人たちにねお願いしたいんで、まあ、僕ちょっとゴーキーファイブとかもすごい応援してたんですけど、ゴーキーファイブもみんな負けちゃったみたいなんでね、マッチ君とウラケンさん両方とも違うチームだったんで、ちょっとその2人に1回戦なんかね、ちょっとやっていただきたいんですけど、ちょっとぐだっててごめんなさい。もうあと少々だけお付き合いください。わかりました。じゃあ、マッチ君と浦健さんに、実況解説の方をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。入ってるのかな。大丈夫そうですね。はい、今、ご紹介に預かりました、ゴーキー使いの、マッチと申します。よろしくお願いします。同じくゴーキー使いの浦健です。お願いいたします。はい、
で今回ゴーキファイブ、我々前は同じチームで出てたんですけれども、うん、最近は関東のゴーキ使いと、ね、まあ、それ以外の地域っていう感じで2年連続分かれてて、はい、まあ、去年はなんか一応うちがベスト8に残れたんですけど、はい、ちょっと負けてしまった。今回どういう感じでしたか。今回は一時はヤンのところ、KO あ、あれね、二次予選でね、うん、あ、二次予選か、うん、あ、ごめんなさい、レミーのところですね、はあはあ、とあと9のところ、なるほど、うん、と当たりましたね、はいはいはい、で二次がヤンのところ、はいはいはい、とユンですね。なかなかデスブロック、なかなかデスブロックでした。で落ちてしまって、プレーオフってことですね。はい、プレーオフで代表者戦で出て、ネグロに負けました。あ、はい、なるほどなるほど。うちは一次予選が、まあ、エレナ5、ね、あの、うん、まあ、イケゴさん、あ、はい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 、はい、とあとチュンリー5で、結構やっぱあの豪気使いなら分かると思うんですけど、うん、うわって思うチームと当たってるんですけど、まあ、無事なんとか、うん、ザビーが頑張ってくれて、まあ、勝ち上がったんですね、うん、でプレーオフは、まあ、リュー5とやって、僕が大将で、まあ、向こうの中堅のルーさんに引っ張り出されたんですけど、まあ、それで、うん、まあ、大将の国まで持ってったんですけど、まあ、国にやられて、でプレーオフって感じ、まあ、2次リーグからもう完全に抽選なので、うん、まあ、去年上がれたのも正直苦渋、まあ、結構このトーナメント苦渋もすごく大事なので、確かに、もう僕ら以外にも、うん、もう想像たるメンバー、例えば大抜き、まあ、抜きのチームだったり、まあ、弟子剣のチームだったりも、まあ、はい、早々と落ちたりしてるの で、 そうですね、もちろん強い人が勝ち上がってるんですけど、うん、まあ、本当にその日強いやつっていうのはね、うん、っね、あと持ってる人ですね、チームの苦渋も含めて全て持ってる人が勝ち上がりますんで、うん、ですね、去年とかベスト8にユンチームが確か3個ぐらいいたんですよ、うん、今年なんてあわやゼロチームになりそうでしたからね。あんな強いプレイヤーたちがいてもゼロになりそうで、そうですね、で、ま、あ、準備できた、はい、ぼちぼち準備ができたんですね、準備の方ができましたみたいな、はい、はい、メインの方にお任せしましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ皆様大変お待たせいたしました、クーペレーションカップの前夜祭として始まった同キャラ5オン大会プレクーペレーションカップ、しかし前夜祭という、名前と裏腹にですね、現在その規模熱量は本戦に勝るとも劣りません。今年はですね、前回を超える72チーム、約350人が、自分のキャラ、自分のやり込みが最強だとこの浅草橋に集結し、熾烈な戦いを繰り広げてくれました。そんな過酷な予選を生き残った決勝トーナメント出場8チーム40人の入場となります。皆様精一杯の声援でお迎えください。まずはこのチーム、オマン帝国、高尾マン、白黒、スズ、一平、マイケルさん。チュンリー、あれですね、これは九州エリア、まあ、九州沖縄エリアを中心としたところに埼玉の一平が混ざってるという感じで、鈴チュンリーとか結構久しぶりの表舞台で見ますよね。なので、まあ、もちろん昨年クーペ覇者の、まあ、サードマシーンと言われる白黒と、あとストフォーで有名なマイケルタンがサードで最近すごい頭角を表していると聞いてるんで、かなり強いチュンリーチームですね。まあ、ここもやっぱ優勝候補、キャラ的にも優勝候補筆頭なんじゃないでしょうか。うん、さあこれ、K1 方式というのでなってまして、裏で、まあ、抜けたチームが1番から7番まで引いてて、これ1番を引いたチームが、まあ、てか書いてある番号順にトーナメントを決めていくと、でもちろん残ってるチームとか、まあ、1番っていうのはもう今プレーオフから抜けてきたところだけ貼られてるのであんまり美味しくないんですね。ただそうですね、
まあ、だから今後どこが張ってくるのかなとか、あるいは、まあ2回戦以降のことも考えて選ばなくてはいけないと。ただ、まあ、あそこを狙って次の、ね、2番以降なかなか行きづらいと思うの で、ね、右側はかなりもう死闘の予感がしてますね。さあ続いて参りましょう。2番目に入場してくるのはこのチーム。さあこれ黒帯ですね。正義開けました。トミ先頭に入ってくるのは、これもう見た目はひどいですが、トミニーですね。もうダブル吹き上げの代名詞、はい、でチャンス、ボス、ミモラ、チバッチ、去年と一緒ですよね。そうですね、はい、ディフェンディングチャンピオンでしたっけかね、うん、去年の。さあ今年も無事に決勝トーナメントまで来たと。さあ右側にあってあるのはチュンリーとユンなので、まああえてそこに行くのかどうかっていうところですね。キャラ的な、まあ、一般的なダイアグラムでいうと、まあ、その2キャラに比べると若干多分不利にはなるんだとは思うんですが、ただやっぱ経験値的にはものすごくやり慣れてる組み合わせなの で、ね、あえて自信があればもうプレイヤーもすごい強いので、あえて張りに行くっていう可能性もありますよね。ありますね。うちここと当たるかもしれなかったんですけど、チュンリーとかの方が良かったって言ってましたけど、さすがに逃げましたね。逃げたというか、あの回避しましたね。まあ、効率は悪いので、そうですね、さもうどこに行っても もう地獄というかった様相を呈してきましたが、さあ次出てくるチームはどこなんでしょうかね。注目ですね。ここが張るか張らないかで、はい、じゃあ次のチームお願いします。続いてのチームはこちらのチームの入場です。さあ下町ロケッパツ、天ぷら、オロチノッポ、カニ、金屋、後藤のダッドリーバイブです。さあこれピザビースト軍団、もうダッドリーだと思ったんでピザビースト軍団かと思ったら、まあ違う、もう一個のダッドリーですね。そうですね。いやダッドリーはこれどこも張りたくないんじゃないなかなかね、ダッドリー5人処理はなかなか、まあ行くんだったらいいですけどね。マコトチュンリユンがもう決まってるんだったら、まあユンユンかな、まあ、あるいは次に入ってくる息吹とかが残ってるので、そこが自分のところに飛び込んできてくることに期待して入るっていうのも一つあるかもしれませんが、ターニングポイントですね。左上行くか、順番は周りのチーム分かってないのでどうするか。やっぱ右を指してますね。やっぱ右側かユンに行くのか、悩んでますね。これはものすごく悩みますからね。お、誠に行った。おお、すごいですね。もうでも面白いですね。うん、さあ1回戦の組み合わせ一つ決まりました。黒帯チームと下町ロケッパチームですね。誠5とダッドリー5。じゃあ続いてのチームの入場です。お願いします。さあ4チーム目となりました。続いてのチームはこのチーム。オレンジャイ、ヒガ、リンゴ、ゴエ、レッド、松下のイブキファイブです。さあこれはまあイブキファイブもいつも粒揃いですよね。いやさすが激戦を抜けてきましたね。なんかヒガが結構代表者戦とかをやってて、結構視線をくぐり抜けてたみたいですが、さあ上がっ結構毎年残ってきますよね。イブキはすごいですね。そうですね。さあ、いぶきも、まあ、一般的にさすがにここに残ってるキャラクターの中では若干キャラパワーとしては足りない、まあ、一発の火力がすごいんですけど、さあ、どこに行く、まあ、行きたいところっていうのはないはずですね。ないですね。まあ、チュンリーは、あれチュンリーはまだチュンリー行くのかな。残ってるチームを見て左上を選ぶ感じになるかもしれませんね。あ、そうですね。さあ、ここはロングシンキングになると思いますが、左上行くのかな。そうですね、やっぱりやっぱそう残ってるチームにもいますからね。難しいとこですね。右側はもうどうか、人も強すぎ、人もキャラもものすごいことになってるので、さあ次のチームがどこになるか、まあ、おそらくそこが息吹を狙ってくる可能性がすごく高くなるんですけれども、はい、ね、いやまだ決まっていないね。かぶってる、あやっぱ左上ですね。はい、
さあ次のチームこれ引いてる人は結構美味しいんじゃないか美味しいというかまあね選ぶ権利が唯一残されてるような感じですね、うん、じゃあ次のチームお願いいたします。さあ、5チームが貼られております。続いていきましょう。5番目に入場してくるのはこのチーム。パラリンピアンズ、リキマル、パールライス、タロキチ、モチ、ヒヤマのチュンリーバイブです。さあこれ今回ねギドラが別々のチームを組んで、まあ唯一の生き残りになったのかな、はい、とはいえまあみんなあのかなりやってるやつらも多いので、うん、まあ力丸のやり込み不足を多分カバーしていると思うんですね、うん、試合見てましたけど、まあ仲本当に良さそうですごい楽しそうにやってた印象がありますね、はいはい、まあそういうチーム、やっぱチームワークのいいチームというのは大体結構勝ち上がってくるんで、うん、そうですね、面白いですね。さあなんかパフォーマンスが派手ですね、相方力丸選手さあどこに行くか、さあ息吹を嫌うか、まあ、チュンリちょっと面倒くさいところもあるので経験値がないとあえて避ける可能性もあるが、まあキャラパー的にはやっぱ息吹なのかなさあどうなんだ、すごい見てますね、まあやっぱそう、そうですね、なりますね、まあ、まあ妥当なところでしょう。さあ残り2チーム、チュンリーかユンか、まあ、選んでも地獄なんですけど、次のチーム入場お願いいたします。さあそんな地獄を選ばなければいけません。6チーム目入場してくるのはこのチーム。ビザビースト軍団、さあ F、 平畑、ヨモダ、ロリ、黒人のダッドリバイブです。さあすごいアピールですね。まあユン、まあ、ここはさすがにユンに行くんじゃないか、あの一応ユンファイブのチーム別のチームですけど、二次リーグ二次トーナメントだったんですね、そこの黒人さん抜けたところは、で大貫選手のいるチームがいるんでうわーって言ってたんですけど、そこデルンさんとか沖縄中心のユンチームが倒して、うん、 そうですね、そこを捕食して上がってきたという形で、まあ、チュンリーよりはやっぱユンの方がいいだろうとは考えていると思うので、おそらく右下に入るんじゃないでしょうか多分。さあどうなんでしょうか、悩む、うん、さあお、え、チュンリー行く、どっち行く、まあ、まあ、ただその九州の、そう九州のプレイヤーもいるので、その 手数を分かっている可能性もあるので、右上に行ったか、チュンリを選んでいきましたね。さあ残る1チーム、残りはユンチームと当たるのは決まってますが、入場お願いします。はい、組み合わせは決まっておりますが入場いただきましょう、このチーム。スピードスター、ケイ君やん、プロヤン、ロシヒカリヤン、コーダイヤン、そしてケンゾーヤンのヤンファイブ。いやーヤンファイブ、いつもチームメンバーが、まあ、マイナーチェンジしてるんですけど、そうですね、とうとうもうヤンの親分とも言われる KO がですね、ここでヤンをやっと使って、今までなんか違うキャラで出てたんですけどとうとうヤンファイブで出てきました。いやこれはもうやっぱ長年のクーペレーションカップを見てる人からするとすごい嬉しいことで、うん、そうですね、まあ、この場にも来てないトクラとかもすごく応援しているのをツイッターで確認しました。さあこれはもう自動的にユンと当たるので、そういう組み合わせですね。はい、出揃いましたかね。出揃いましたね。あ、最後それでプレーオフ入場が待っていますね。プレーオフを勝ち抜けました、残り1チームお願いします。はい、先ほど地獄のプレーオフ勝ち抜いてきました、最後の1チーム、このチーム。来ましたか、ケンジ、ヤックン、牛、オチビ、モモチ、メスターのユンファイブ。いやー、やっくん、まあ、も
ももちもなんか今年はだいぶ動くようになっているということを聞いてますし、もう今やり込みで関東でもものすごい強さを誇っているヤック君を筆頭に、ね、プレーオフは牛君を出して、まあ、すごい地獄のトーナメントを勝ち上がってきてますので、まあ、ここのチームもチームワークもプレイヤーの腕も一級品ですよね。プレーオフからも上がってくるとやっぱ勢いがありますからね。そうですね、その勢いをそのまま活かせればなと、はい、まあ、あの選択肢の余地はないですが、まあ、右下とやっぱプレイヤーが強すぎるんでみんな嫌っていきましたね。結局最後の最後まで残りましたね。まあ、こんなチームでも逆に言うと途中で起こしてしまうというのが、まあ、このプレークーペの厳しさを語っていますが、左上の方からまあ1試合ずつやっていきますね。今おそらく準備中なのかな。いやー、なかなかトーナメントが決まりましたけど、これは難しいですね。難しいですね。同キャラの被り合いっていうのはないのかな。1回戦はユンヤンみたいな感じにはなってるけどっていう感じですね。壇上はチュンリーが2チーム、んチュンリーが2チュンリー2チーム、ダッドリー2チーム、イブキ、ユンヤンかなということなんですが、はい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 、あ現在今順やはり順番とか、筐体の順、1P、2P 決めとかもありますので、はいはい、しばらくちょっとお話ということになりますが、はいはいはい、まあ、クロービア2連覇がかかっているので、そうですね、まだまあ、ここまで来ると どこのキャラだから美味しいとかいうのはないんですけれども、うん、まあ、比較的いわゆる三強と言われる、まあ、剣は今回いないんで、はいはいはい、まあ、ユンとチュンリー、あでも2回戦で当たるのか、まあ、結局2回戦で当たるんですね。まあ、なかなかねこれいろんな地域のプレイヤーが混ざって組み合チームを組んでるので、はい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 、こいつの動き知ってるとかやりたくないとかいうのも含めて、まあ、順番がすごい大事になってきますね。相性もありますし、でしかもあれですよね、前の人のプレーの内容を見ながら後の人が消化できるので、まあ、すごく負けるときもいかに負け方っていうの、負け方っていうのも変ですけれども、負けたときの周りの人たちがもうそれをどう拾ってくれるかっていうのものすごい大事になってきます。流れがねやっぱありますからね、大事。しかもプレイヤーたちも相当な腕前の人たちなので、まあ、読み合いの、まあ、起き上がりとか、まあ、投げ前に入る前後ぐらいのところの、ね、読み合いとかでどういう選択肢が多い、どういう守り方をしているっていうのをね、まあ、リサーチして、まあ、それで自分もし仲間を負けてしまっても次に挑むということができるので、はい、あこれは、まあ、所定取るのは結構大事なんでね、誰が行くんでしょうか。もうキャラ衣装とかはもう言ってらんないんでね、これはもう同じ同キャラ5なんで、さあ壇上は、ゴレンジャイのイブキ5対、パラリンピアンズの、チュンリー5になりますね、はい、どうなるかな、なかなか、さて、お順番、先方が決まりましたね、はい、先方イブキチームが、比嘉イブキで、チュンリー5の方が、タロキチチュンリーになりますね。比嘉イブキ切ってきましたね。結構後の方に来ると思ってたんですけれども、あ、はい、比嘉、ん、あれ違う、松下ですね。あ、おっと、すいません、入ってきた情報で比嘉となったんですが、まあ、ふさってんの松下ですね。そうですね。さ、それでは、もう準備の方はできたようですね。まあ、1回戦第1試合、よろしくお願いいたします。さあ、ワンピー側が、ワンピー側がパラリンピアンズの、チュンリー、あ、じゃあイブキか、イブキ5、すみません、ゴレンジャイの、はい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 、松下イブキですね。で 2P 側がパラリンピアンズのタロキチ、まあ、チュンリーは SA は方翼戦で固定だと思います。イブキも、まあ、カスミスタクでしょう ね、 うですね。さあ大事な先鋒戦どうなるか見ていきましょう。先にアクションをかけていくのは、松下のイブキですね。チュンリーは火力出すためにもどうしてもゲージがないとっていうところがあるので、一覧の目はやや後手に回ることが多いんですが、画面端まで行くと、さあうまくに、あーとギリギリ残るが、ここから
削りも十分見えてくる。ここは投げかつけない。さあただこれでも霞坂入るとどうか。おっとおっと、あさあ混戦をも先に取ったのはタオロキチチュンリー。なかなか息を飲む展開ですね。ゲージ状況はお互いここでチュンリー側がもうじき吠えが溜まるというところか。すごい落とし方しましたですね。ただもうしっかり刺していく、うん、チーム処方薬入って残り体力がかなり減っている。さてここから読み合い、端から出られるか待ちたいべき。次が EX クラインを使って、ただチュンリーが逆タクですね。移動投げ、まあ、コパンでフリフリを背負ってたんですが、逆タクの移動投げを通して、タロキチチュンリーが先方戦取っていきましたね。次はもうスッと出てきましたね。そうですね、レッドイーグルですね。元は和歌山でプレーしていた、プレイヤーで、今は沖縄の方に移られて、はい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 、沖縄、去年のクーペ覇者ですよね、の一人になります。赤色の息吹を使いますね。まあ、やっぱり SA は霞と宝玉になるでしょう。伊吹側がいかにチュンリーがゲージないときに攻めていけるかっていうのもちょっとやっぱりあると思うので、初手は伊吹側がいかないとちょっと難しいかなと思うんですけど、そこら辺をねうまくチュンリー側がさばくところが結構見応えあるかなと。区内でねうまく対空ずらしをやってというところですが、空対空でジャンプだけ合わせていった。ただ橋は今レッド伊吹が継続してて一気にスタンまで持っていって、さあコンボで一気にフィニッシュと。さあこのゲーム、あの近年のゲームと違ってスタンが入ると補正が切れますので、普通にめちゃくちゃ減ります。なのでスタンはやばいです。そうですね。さあのらりくらりと1ラウンド目と違って、はい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 、のらりくらりと息吹が立ち回っていくが、ですね、うまいですね。息吹の剣技うまく結構ねやっぱ性能はいいんで、まあ、単価はちょっとありないんですが、さあチュンリーは効果力、この置き攻めをしのげるか。もともと霞さん、これはまあローリスクですね。そうですね。これ投げを狙って漏れた。さあ中足保養が出てくるのまで読み切ってガード、うん、まあ、おそらく遅らせてなんとかっていうことをやろうとしてたんでしょう。そうですね。まあ、それすればあの保養もね漏れてもガードできますんで、そこでレッドさんはまあ落ち着いて今のアウトでしてフィニッシュでしたね。さあ続いてチュンリー5出てきたのはパールライスですね。ニュートンで、まあ、ずっとプレーをしていて、まあ、ここ数年でめきめき強くなった若手、もう若手って言ってもこのゲームやってる人はあまりもう若くないという話もあるんですが、あの後半ですごく伸びてきたチュンリーですね。あとは対戦、レッドさんと対戦したことがあるかどうかっていうのが、そうですね、結構重要なポイントになりますね。結構独特な息吹なので、はいはい、息吹もかなり幅の大きい、あの高軌道の技、あのキャラなの で、ね、こういう霞がけといった、はいはい、技もあるので、さあ序盤は伊吹ペースの立ち上がり、いいコパンでしたね。あれはさあ投げ読みのライダーなのか、これ2連発投げと神谷とあれライダーね、基本的に勝ちま す反撃もほとんどないので、まあかなり優秀の技となっています。さあ1ラウンド目取ったのはレッド伊吹。さあグラップを透かして画面端に追い込んで、さあ逆タクのチラシ方役、はい、ただチュンリーはゲージがないので、さあこの攻めしのげるか。あ、着地、うわあ、そこを打っていく。あれおそらくガードされたら霞須作も打てたので、そのグラップの関連の読み合いの中でかなり強い、そうです、ね、もうイーク処理だったらもう ガードされても、あ、まあ、基本的に相手の選択肢全部に勝つし、ガードされても霞須作でフォローしてほぼノーリスクにできたので、相手のゲージ状況もちゃんと、そうですね、のもう強気でいきました ね。さあそういうわけでレッド伊吹が2人倒して、中堅出てくるのはモチチュンリーですね。さあ時間を取っていろいろ攻略を確かめているか、まあ、リズムを取って、ね、さあ流れをここで変えたいところでありますね。
まあ、いぶきの今のところ効果力のところがかなり火を吹いて、そうですね、その乗り切ってる感じなので、さあ止められるでしょうか。モチチュンリー時報対中継見ていきましょう。開幕は静かな出だし、結構つむじをいっぱい使ってるように見えますね。そうですね、おスムジからかなり流れが、でまあ、その画面端背中切りで入れ替えて、チュニがもうゲージが溜まった。さあもう難しい、うん、あの中段がブロッキングして投げは確定ですね。ずっていく首よりチュンリーはガードするとガードしゃがみガードするとしゃがみ、ね、ガード硬直が2フレ伸びるので、持続当てで、まあ、多分反撃がないということなんでしょう。さあ奇跡にも見えてきますね。お互い一発圏内でしたが、イブキレッドイブキがまず1本目を先取。チュンリーの中足砲翼が入って、置き攻めはどうなるか、しのいでいく、のらりくらりチュンリーが立ち回っているように見えますが、画面端に追い込んだぞイブキ側が。さあ EXP バーで切り返して、さあ勝負をかけていく、これは削りはしきれないがどうする、これ砲翼危ない。今のはねスラの持続が長いので、砲翼逆に突っ込んでっちゃいそうだったんですが、ギリギリ持続が切れてて差し返しになりました。さあ持ちチュンリー、そうですね、だいぶいい形で取れました。さあ相手の霞がけにもテンポが合ってきたか。アッシュ霞をガードして、その後の有名で中足暴力、置き攻めは中足百列、ただ投げを通して、さあ持ちチュンリー踏ん張りました。中堅対決まで持ち込みました。さあいぶき5は誰が出てくるんでしょうか。いやでも相当仕事しましたね。いや大丈夫ですよ、やっぱいぶきは比較的柔らかいので、もう本当にチュンリーの技にいかに食らわないかっていうのをすごく大事に行きつつも、かなり大胆にいってたので、まあまあ、やっぱいぶきも緩急かなりつけれますね。さあいぶき5出てきたのはゴエ選手ですね。もともとは確か広島のプレイヤーだったと思います。さあどういった秘策を持っているのか。多分お互いの対戦経験というのはあまりないと思うので、どういう引き出しを持っているのかわからない状況だと思いますので、まあ、ただ今ボエ選手は持ち選手の動きを見てはいたので、それを踏まえていけるか。そうですね、やっぱりゲージない時にいかにダメージを取れるかっていうのがかなり勝負になってくると思うので、さあ盆栄と当たって序盤はイブペース、ゲンゲリが当たって、さあ立ち張りに戻る。百裂ブローが途中でミスってしまったが、中足砲翼入って置き攻めリーチかかっている。大風切り、このゲームの風切り無敵ないはずですが、霞がけはしっかり見て膝で割っている。1ラウンド目持ちチュンリーが先取。強いですねやっぱ膝は。あの大攻撃なのに発生が5フレでヒット確認キャンセルで砲翼戦につながるというすごい性能の技です。さあ移動投げで鳥かご状況ですね。あの着地を取りに来たところをあえて霞を出すことでそれを潰しています。いぶきの地ペースで支援からの霞須田で、このラウンドはゴエ選手が取り返していく。さあ最終ラウンドですね。ゲージ状況はかなり苦しいが思い切ったところに行ったが、チュンリーがガードしている。さあ開幕9秒で1本溜まってしまう。7割減った。さあ攻撃も溜まった。さあ一発決定。さあ出ない持ち選手冷静でしたね。そうですね、
いやなかなかの体力差がついてしまうと、うん、崩しこのゲームいなす、結構触りに行くっていうのは結構難しいんですよね。いぶきは特に投げ前が狭いから、うん、後ろ下がりされて下段から痛いっていうのもその台足とかからターゲットで思い切ったことやらなきゃいけないんですけど、その台足も反撃砲翼線があるから反撃確定ですし、まあ今のはなかなか難しい状況でした。まあそこを持ち選手がまあ冷静にさばいていったというところで、続いて出てくるのはリンゴ選手ですね。おそらく高田の馬場ミカドとかでかなり対戦していたんじゃないでしょうか。東京勢同士のね、あの対決なので手の内は知ってる、そうだとは思います。さあ買いますよ。強気に来ますね、やっぱり、ね、やっぱ序盤はそのチュンリガーが、ね、あの火力が出しづらいところもあるので思い切った行動がやっぱ取りやすいです。こうなるとただここからです、ね、慎重な立ち回りが必要とされますが、うん、持ち選手は我関せずでゲージを貯めると、うん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 、これで、ね、やられると相当プレッシャーですよね。中足砲翼通ってどうなるか。置き攻めは中足百列パーソナルで浮いていたが、つむじが空を切って投げて持ち選手が1本選手ですね。冷静に対処してますね、持ち選手は。そうですね。さあ1ラウンド取ったこともあったが、かなりどっしりとゲージ溜めながらいって、着地攻めでゲージはまだ溜まるか、溜まった。うわー This is third strike ですよ、これこれがね、チュンリーの強さですね。やっぱさあ勝ってきてだいぶね、本来の立ち回りというかそのどっしりした立ち回りができるようになってきてる感じがしますね。さあチュンリー5追い込まれたのかな、もうこれ。そうですね、被害物ですね。大将対副あ中堅、大将被害物ですね。これも関東勢どうですか。まあそうですね、最近まああの日賀選手はもともと東京じゃなくてまあ群馬だったかな、群馬の方で、はいはいはい、まあでもよくちょくちょく東京ずっといたんですが、さあここのところ我々ももうパパ世代になっているんですね。比嘉選手もパパになっているはずで、そのやり込みがどうなっているのかというのが懸念されますが、まあここで大将を任されるということはやはりね、信頼があるんだと思います。もともと比嘉選手かなり春里戦やってるのは東京いた頃かなり数を重ねてて、まあ上手かったのよく見てましたんで、さあどうなるでしょうか。さあワンピー側が大将の被害武器、ツーピー側が中堅の、持ちチュニーとなります。投げを通して剣入りが刺さる。さあ台足差し返して、さあうまいですね、見てますね、ちゃんと序盤は見てますね、素晴らしい。石川選手結構ゆっくりですね、この序盤のチュニーの火力出ないというの関係なく、まあ、どっしりと構えてきている感じか。中足を持ち選手の中足をかなり振っている、と漏れてしまったか、仕込みの風切りだと思うんですが、漏れてしまったところに反撃で、さあこれは追えるか、支援が入ったガードで、さあチュンリー側にもゲージがたまる、で少ないで近づいて投げて、お膝張りガードしているが中足砲翼通していきますね。さあリーチをかけたのはチュンリー5、持ちチュンリーが1回戦にリーチをかけていく。お互い丁寧な立ち回り、画面端追い込んだのはイブキ、画面端で拘束し続けられるか。さあ膝バレを読んでいる、しゃがぐらも読んでいる。さあ削りも見えるのかどうなるのか、おお大足差し返して、すごいですね先ほどから。さあゲージ状況はイブキもだいぶいいでしょう。さあどうなるか、さあ中足砲翼が入って画面端にまず連れてかれるのはイブキが、ここからゲージがないので比較的今シャガグラガリの下風呂をおそらく左で取ったんだと思うんですが、勝負どころですね。おー素晴らしい、あー出ないか、
難しいぞ。画面端にチュンリーがこの連れて行かれて、早い、切り返しが早い。さあ投げて、さあグラップ周りでどうするか。ハスミスザクを上から蹴っていく、すごい対策ですね。さあアタタン、無敵を通して打っていった。さあ被害武器一矢報いて中継、あ、副将を引きずり出しましたね。大将の意地を見せましたね。いや、持ち選手今の削りのね、まあ、カスミスザク、まあ、ちょっとあまりここで見てて芸術方向って言いづらいところもあるんですが、すごいちゃんと把握してて、もう削りに来るのを読んでしっかりあらかじめ三角飛びをしてました。あれも下にいたらもう削られて、もう一回 EX 風切りカスミとかで死んでたので、しっかり相手の行動を読み切ってましたね。いや素晴らしい、判断が早いですね。出てきて檜山ですね、高円寺で、やってるプレイヤーですね。まあ、通称ボス塾で鍛えられてるプレイヤーなので、早い展開とかもいけるんじゃないでしょうか。対象日が対副将檜山ですね。さあ画面端にまずは追い込んだのは投げていく檜山チュンリー。さあここは伊吹が逃げてブロッキングからダイヤシで細かいしていく。ダイヤシやってるんですかね。素晴らしいですね。おそらくその破山臭とかそういうののブローレなんちゃらを多分ケアしてるんだと思います。膝を通していく。さあ溜まった、投げが、おっと出し切っていく中津無事。あーもっと出ない、もうよく出ないぞ。投げを通して、投げ前が広い。これは削り切るのか、削り切った。さすが匠ですね。まあ檜山側もちゃんと赤風呂しに行ってますね。削り量がすごい半端ないんでね、あれ連打すると隙が増えるんですけど、赤風呂が難しいので、あそこはもう思い切っていった次第でしょう。さあ空中くらいで逃げていく。さあ伊吹側はゲージが欲しいか、これそうですね、欲しいところだけど、のらりくらいと立ち回っていく。さあ中段通してスライディング、盆栽を空振ったが、今のコパも渋いですね。チュア小翼を通して置き攻めどうするか。リープチュアシー、あえて使わない形か、これは。さあそのさあグラップを潰す低空霞スタックを通した。さあこれはイブキリードでどうなる。チュアシ通る思わず声が出ますよ ね、はい、本当それもサードストライク。これはどうなる。さあ連打しない、そうですね、削りきれないと判断しての、はいはいはい、連打やめで、あれだと反撃がないです。さあ投げを通す。さあ大き上がり、逆タクで暴れて、おお大パンを通していく。そうですね、比嘉選手も逆タクの膝を通したり強気ですね。ちょっとゲージ状況がかなり苦しくなってきますからね、これで。さあいかに伊吹側はその暴力を食らわずにいくか2連チャンでほぼ死にます。ってなります。さあグラップ関連の闇は比嘉選手素晴らしいですね。素晴らしいですね。さあ置き攻めをことごとく通していく。これはさすが、おお EX 化石にゲージなかったですけど強気、読み合いをことごとく勝ちましたね。そうですね、素晴らしい。さあ対象対決、気づけば第1試合から対象対決ですよさあ出てくるはこのギドラの一角、力丸選手ですね。さあここのクーペ、プレクーペ、クーペに向けてリハビリがどの程度済んでいるのか見せてほしいところ。笑っても泣いてもこの試合の勝者が2回戦に進みます。バンピー側が、ゴレンジャイの、大将比嘉、スーピー側がパラリンピアズチュンリー5の、力丸チュンリーになります。開幕はやはり静かな始まり。さあやっぱり静かですね、かなり区内で軌道を変えていたが、おっと膝バレ当初で見せてますね。これ、ね、伊吹がその区内で空中の軌道を変えれるので、そういうチュンリーが対応するのが結構難しいですね。そうですね。さあブロー、すごい
プロの応酬で画面端から力丸チュンリが逃げていく。コパンは確定させていくぐらい。そうですね、中段取ってしゃがみコパンは確定なので、うん、さあ今軌道変えましたね。で弱中強のターゲット。さあこれは力丸選手どうする。このコパンが素晴らしいですね。発生の早い空対空で持続も長いんでね、それを置いてあった形で被害武器が1本選手。このラウンドはチュンリー側にもゲージがあるのでなかなか迂闊なことはできない。さあ中足方欲しゃがみぐらいだけどちゃんと確認している。さあ画面端の送り攻めは100列ゲージ効率も考えている。さあ早い展開で伊吹が連チャンしていったが勝負に来てるが、さあ待つ破山。そうですね、破山のフォローとかも考えて、素晴らしい。取られても最低限のリスクで済ませてますね。これは出ない。さあ会場もーっと空振りに差し込もうとしたところ間に合ってなくて EX 風切りで、まあ削り込みでね出していった。手出してしまいますよね、やはり。いや早い展開をものにしていったのは被害武器、なんとチュンリー5を倒しましたよ。いやすごいですね。やっぱ2手先ぐらいまでそのゲージを見ながら、展開を組めてました ね、 そうですね。だいぶ苦しいラウンドになるかと思ったんですが、やっぱ一気に早い展開で麻痺させて、その辺の展開は豪輝とやっぱ似てますね。そうですね、伊吹は、幅の広い空中軌道変化技もあって、ね、削りも優秀でっていうところで似てる、シンパシーがありますね。さあ、いきなりチュンリーが落ちるという形で、そうですね、なかなか、やはりこれがサードならでというか、そのシステムも強いので、そのブロッキングが起きると何が起こるか分からないね。すごいリターンの高いゲームなので、もう光ったら何か起きると思っていただければいいと思いますが、続いては昨年のプレクーペ覇者ですかね、クロービチームですね。あ、2位です。あ、ごめんなさい、2位だとごめんなさいです、すいません。あ、ユンかすいませんでした。その前かな優勝は。すみません、常に上位ということで許してください、はい、さあニコニコしてくださいました。ちょっと安心しましたが、いつも、ね、好成績を残している黒帯チームと、それに対するは下町ロケッパ2ということで、ダッドリー5です ね、はい、ロケッパって名前つけてますけど、多分ロケッパ、でも誠だからロケッパになるのかな。さ、ダッドリーというと、その1回ダウンさせた後にその中段からのスーパーアーツと、あの下段からのスーパーアーツというすごい凶悪な2択、どっちのキャラも2択キャラなんですけど、ダッドリーは中段下段、誠は打撃と投げっていう感じなんですが、普通のキャラにはあのストックが3本あるコークスクリューブローを選ぶことが多いんですが、そのワンチャンスを捉えた時のリターンのと、あとは誠相手は攻めがしやすいので、そうロケットアッパーを選んでる人も結構多いので、その辺の使い分けもプレイヤーによって変わるんじゃないでしょうか、その辺も見どころですね。さあ席についてますかね。人によって多分 SA も変わったりすると思うので、これはダットリガーは誰だ、金谷さん。さあ金谷ダットリーと、千葉っちまことになりますね、初戦は。それでは準備ができました、どうぞ始めてください、お願いします。さあ1回戦第2試合、ワンピー側がどちら、ダッドリー5ですね、下町ロケッパ2、先方金谷ダッドリーですね。 SA はロケッタパイ決まってます。 2P 側は千葉っちまこと、山梨のプレイヤーですかね。で正中戦ですね、誠側も選べますよね。そう、ドットサラミは結構ダッドリーはつながりやすいので、さあ下台系が噛み合っていく。誠の置き技がかなり牽制として優秀なので、 そうですね、そこをかいぐりながらダッドリーは飛び込んでいきたいといったところでしょうか。開幕は展開もかなり早い、やっぱダッシュが早いので、そうですね、誠のダッシュは人間で見えませんので、はい、置くしかないと。そうですね、でそれで置いてると、行くぜよってやってて、早いのフェイントがうまいですね、やはりね、その辺で見合っていく形。さあ中段側として投げて暴れていく、画面端入れ替えて、今度は誠のターン、はい、さあお互い一触即発、これは触ったら死にます。お互い縦ガードしていく、おっと出ないが、さああるあるですね、早い展開なので正中線が出なかったが、
この持続のすごい長いジャンプ中キック、本当にこれ本当強いです。さあ1ラウンド目を先取していたのは千葉っち、ただゲージがお互いマックス、はい、2ラウンド目は金当たりが取っていく、そうですね、バラが重なって攻撃力が上がった中の2択で下段を通していく。さあもう1回おかわりですね。さあどうする、ゲージはないが、下段ときて、ただ誠の爆発力はあるぞ、下段通してここで打ってしまう、無敵技、あダブルアップを狙ったか。さあこれは残るのか、残るのか、残った。さあ削りがあるが、誠はちょっと削り技が弱いぞ、どうだ、するどうする、うわ前中盤の置きが前捨てに刺さっていく。なかなか歩き遅いですからね誠は。そう、そう走らざるを得ないので、その辺の調節が難しい、誠の弱点ですからね。金矢だったりギリギリ通していくが、くぐりからの唐草、こっちは出ないが、ないか。さあただお体育しっかりしてますね。ゲージが何とも言えない状況、中段から溜まって、あー素晴らしい。下段だと、まあ、カニパン食らっても死ぬし、その小足じゃなくてね、カニパンもあの誠にはループするんで、やっぱあんだけ下段を見せられて一瞬しゃがんでダートはちょっとやっぱきついですね。きついですね、かなり素晴らしい選択肢だったと思います。さあ、うん、ダッドリー5は金矢ダッドリーが抜いて、マクロビはさあもう出てきました、マコト5の危険人物、この人はトサラミを選んでくるでしょう。でしょうね、大名詞でもある、そうですね、トサラミというスーパーツの後から、高スタンチの引き上げを2回入れる、まあ、かなり難しいテクニックなんですが、まあ、これをまあかなりの高精度でやってくる、まあ、それが決まったらほぼ試合が終わります、終わります、ね、なので、まあ、駒投げからもつながる、駒投げからもつながるし、はい、大パンからもつながるということで、もしょっちゅう即死が見える、はい、プレイヤーです。さあそれをかいくぐっていけるか、そうですね、序盤はゲージが欲しいから、ただこかしていって大パンチ速くて EX ショートスイングで2択を回避して、ただ画面端攻めたいが、トサナミマコトだからやっぱり引いていく、そうですね、下がっちゃうんですよね、やっぱりそのプレッシャーにはやっぱね勝てないんですよね。そうですね、トサナミは自分が画面端を背負っていないと主にできないというところがあるので、ただからまあ逆に画面端追い込んでも、そのブロられたらこっちが逆に死ぬっていうのがね、あるんで、ものすごく相手としては難しいところであります。終わってしまう可能性があるから。1ラウンド目は富永選手が取っていく、そうですね、あの誠のしゃがみショーキックはあのかなり姿勢が低くなって後ろにも下がってるんで、しゃがみ中パンが届いてないんでね、苦しいですね、結構こする、必要に下ろしを見せていく。さあこかして2択は埋まらず、辛草がこれは当たらない、これ、ね、届くんですよ、ダートリー、そう我々豪気だとあの位置は届かないんですけど、す、ね、ダートリーは届いてしまうんです。ダブル吹き上げも見せるまでもなく、まあ、トサで終わってしまいましたが、さあ続いて時報は誰が出るんだ。さあ時報は、オロチノッポ選手、オロチノッポ選手、失礼しました。さあアーツはやっぱロケットアッパーですね、オロチノッポ選手が出てきたロケットアッパーを選択、はいはい、富永選手はもちろんトサラミですね。本当にみんなロケッパなんですかね、もしかしたら。あ、結構、いや、よく見るロケッパの方が多いと思います、見てる限り。まあ、2択かけに行くとこって逆2択されるんで、やっぱもう3回読むより2回で終わらせたいっていうのもあるんでしょう。ちょっとクロスカウンターが、まあ、あれね、結構、ま、漏れやすいんですよね、ダットリーの泣きどころではあります、コマンドの都合上漏れやすい。さあ、大パンハヤテを通してレンチャー、おっとくぐってからの唐草、大パンからトサラミがしっかり出て、これはスタンまで行ってダブルを入れてゲージも回収して、唐草やってゲージを回収、そうですね、さあ次のゲージに向けラウンドに向けてしっかりゲージ回収もして、富永がこちらの目選手、あれ見せられるともうちょっとかなり攻めづらくなりますよね、そうですね、ダブル側としてはどうしても。さあいい体育、剣に刺さっている
中段からロケッパをつないでバラ重ねからのいろんなレシピがあるみたいですね。さあジャンプ台パン空振ってからのバラ埋めだったが、うまいですね。かなりディレイかかってましたね。渋いターゲット。さあ無理はしないか。さあフォア CX オロジー、あっとこれは漏れたか。きっちり行きたいところ。2ラウンド目はオロチノポ選手がリードを守りきる。さあファイナルラウンド、ちょっと痛いですね。今のミスはゲージを入ってしまったのは、そうですね。ただまあ誠も、まあすぐ意外とすぐ溜まりますからね。今後、ね、でやっぱ大攻撃必殺技が絡みやすいので、とはいってもこれはどうなる。さあ似たかバックスで回避していたが、おっと画面端追い込まれて唐草通って大パン EX 生えてから、さあここで直の中段をブロッキングから反撃していく。しゃがみ、おしゃがみ中盤で暴れてロケッパでバラが埋まっての削りを通していく。さあオロチノッポ選手、飛びに止めたのはかなりでかいですね。やはりもう経験慣れしてない人を、そうやっぱかなりの精度で足切ってくるプレイヤーなんで、さあこれを止めたのはでかい。ここで誠側が誰かを切る作戦会議、残っているのはボス選手、ミモラ、チャンスと、まあそうそうたるメンバーなんですが、さあどうするか。おそらくこの3人は正中線だと思うんですが、ここで出てくるのはボス。ああチャンスさんが関西ですよね。そうそう、チャンスが大阪で、あとはまあそうですね、東京関東というところですね。おっと、またコールクロスカウンター、結構漏れるんです、あれは。さあ走ったところに大キックが置いてあって EX マシンガンにつながっていく。画面端は怖いぞ。カニパンは1回目ガードしたから2発目食らって、こうなるとダットリーはちょっと怖いぞ。強い。さあどうなる。勢いがついてしまってますね。完全に富永を倒したことでダットリー側に。対空から前中ジェッパーとしっかりします。しゃがみ中パーバレーからロケッパー直にです。ここどうなる。ダートからのロケットパー残った。どうなる。これ厳しい。うなげ。いやーこれ富永を倒したことで、さあ画面端のねダートリーはね人類みんな平等なのでいかに強敵といえども、ね、ここやられてしまいます。チャンスマコトが出てくる。正中にもアーツは決まっている。さあ2人目のオロチノッポに4人目、副将がもう引きずり出されてます。黒帯、さあここのピンチをいかにしのげるか。ダットリーはこれ乗ってきてしまいますからね、かなり手つけられなくなってしまうと思うので、 そうですね、そこら辺がちょっとうまく処理したい、流れを抑えたいところですけどね。そうですね、これストッパーになれるか、うん、さあこの暴れが容赦で刺さってる、ね、さっきから。さあ遠目の中段はなかなかね、来てますね。反撃もしっかりロケッパでフィニッシュ。さあオロチノッポ乗っている。乗ってますね、強い。ブロった時のリターンがね的確に取れてるのがかなりいいですね。どう立ち回るか。うおー、カニパンが置いてある。怖かったが、さあ前中継で着地で目、すごいですね、遠距離で、そうあえて遠距離で、その密着だとねやっぱどうしてもケアされるんですけど、遠距離だとケアされないってこと大多いんでしょうが、さあ辛くした大パン EX 颯、置き攻めはあーこれ分からないですね。さあ直にどうなる。中央でも似たかかかります。じゃんけんカニパン通して取った。微妙に遅れますからね、あの小足と違って微妙に遅れます。それでファジー気味に立ってしまったところに刺さったんでしょう。さあ大金星、強いですよね、やっぱり。オロチノッポが2人目にでのにもう大将のミモラを引きずり出す。さあミモラは4枚抜きが必須となっております。
これは苦しい展開ですね、かなり、ね、そうロケパスを中央でもね、ちゃんと2択できるのが、あれがメリットですね、それがでかいですね、やっぱりね、きっちりゲージをね、使い切ってフィニッシュに持ってってる、まあ、かなり試合作りがうまくいってますね、まあ、出す技は当たってるっていうのも、やっぱかなり持ってる男ですよね、今。さあ、ここを踏ん張れるか、ミモラ、アーツはどっちにするのか、成長ですね。あとは近代系 EX マシンガンの仕込みがかなり、そうですね、噛み合ってますね、噛み合ってますね。さあ、ジホーロチの個体、大将ミモラ出していく、打ち切っていく。サードは連続ガードっていうシステムがないので、動こうとすると当たってしまいます、そうですね。さあ、もう画面端連れていったのは先にオロチノッポですね。下風呂から大キキスマシンガンを通して、さあゲージ回収もしっかり。さあ選手圏内、お互い選手圏内、逆卓気味のジャンプタイプ2回通して、おっと、お互いお見合い、さあどっちが先に技を当てていくか。さあ壊しチェストは、あれもうね、有利フレを取って、もう投げとの完全択だったんで、もうそうですね、しっかり、うまく殺しきましたね、ダイパン、ロケパンまで出して、素晴らしい。さあ、読み合いもすごく噛み合っている、オロチノッポ、おっと、おぉ、すごい、なんかいろいろ起きたぞ。ただおろしの姿勢が低すぎて、おろしの姿勢が低すぎて、誠はノーダメージで切り抜けた。そう、ダトリがめちゃくちゃ食らってますね。あれカウンター属性が確かつくはずなので、減ります、確か。さあ、いろいろあって2ラウンド目ミモラが取り返していく。ああいうのでも全然流れが変わるのがサードストライクですからね、本当に。ただ画面端に先に連れてかれたのはミモラが抜けていく。うわー、素晴らしい。剣でタイミングを変えて、さあ辛草通していったが、画面端どうする、前大パン、怖え、お互いゲージがすごいです。しゃがみ中盤ダッキング来てますね。そうですね、きっちりヒット確認しっかりします。ダートロケット通して、これは残らない。二択キャラ同士の対決はダッドリー5が制しました、おめでとうございます。下町ロケッパ2が準決勝、まさか黒帯ベスト8に散りました。ダッドリー5おめでとうございます。おめでとうございます。いや、予想してない方が上がってる、来てる。いやいや、もうこれがやっぱ ね、サードの大会の醍醐味ですよ、うん、もうやっぱり大本命は今黒帯だったんですよ。そうですね。だけどやっぱオロチノッポ選手、出す技はかなりいい感じで当たって、まあ、一かけにしっかりしてフルコンボちゃんと入れてて、やっぱ数的に余裕があるから、もう思い切ったプレーもできてて、で2択ダトリが前導しに近くて、マホトガの2択ガードとかになってるんで、さすがにあれはね、いかに強いプレーヤーでも勝てないです。負けてしまうとやっぱり厳しいですね、うん、さあ、いや、すごい流れで取っていきました。イブ期待ダトリですね。いや、どうなるんですかね。さあ、続いて、このまま、さあ次、あ、もうあれですね、さ、座席に、あ、今筐体選びをしていますね、はいはいはい、九州メンバーで、固められている高尾マン、そうですね、高尾マン率いるチュンリーファイブと、黒人のね、まあ、黒人さんの、まあ、ピザビースト軍団ということで、まあ、チュンリー側としても今の試合を見せられた後、ちょっとそうですね、やるとちょっと嫌な流れですね。ラッドリーファイブとしてあと続けっていう感じですよね。おそらく、まあ、一軍とされるのはおそらくピザビースト軍団の方なんですね。なので、まあ、ここで下町ロケッパ2に続いて勝っていきたいと思っているところでしょうが、そうですね、今決まったのかな、筐体は決まった感じですかね。さあ、今選んでいる、これね、どっちの筐体でやるのか今見て選んでいる感じでしょうか。先方はもう、報告は一応来てるんですが、言っていいのかな、まあ、座ってからにしますかね、はいはいはい、さあ、台が決まったようですね、はい、1P 側が、あ、違う、1P 側がダートリファイブで、2P 側がチュンリファイブみたいですね、はいはいはい、
それでは準備ができたらスタートボタンを押してください。お願いします。さあ1回戦第3試合、 1P 側がダッドリー5、先方 F 選手、 2P 側が、オマン帝国チュンリー5ですね。タカオマン、もう自分もうリーダーですかね、リーダーが自ら先陣を切って出てくると。もともとはね竜使いで有名だったタカオマンなんですが、ここ数年はチュンリーをやってて完成度が上がってきたということで、ここで満を持してチュンリーでの出場となっております。はい、ダッドリーは飛びが鋭いんですが、結構チュンリーのね、通常の対空と噛み合いやすいんですが、うまく近づいて F が一気に画面端に持っていって暴力。さあここはコークスキルを通して瀕死まで追い込んだが、さあただチュンリーはどうする。強欲線が溜まってしまえばいろいろ起きるのがチュンリー。さあどうなる。とりあえず溜まりましたね。あとはいかにするジャンプ台キック、早出し、あのジャンプ台キックのタイミングを変えることでね、あの対空処理を難しくさせているのがダッドリーです。おっと、EX 機構、すごい技だし、ハッケーで、前捨てを止めていく、そう、カニパンを通す、これは助かったんですね、カニパンは発生が遅いんでね、下段来ないだろうと思ったら、動いたところに逆に刺さってしまうことが多いんですが。ファジーガードとかしてると結構上がってしまったりしますね。さあチュンリー側はゲージが欲しい、次のラウンドを見据えた。さあただそこにカニパンをねじ込んでいく。さあ面端2択です。 EX シンバーを切って、このラウンドはなんとか死守、ゲージ状況を含めていい勝負だと思います。さあ1ラウンド目ファイナルラウンド、すごいですね、完全に流れを戻してますね、1ラウンド目に。さあここどう近づくか F 選手、中盤に大キックが噛み合って画面端、カニパンカニパンカニパン、マシンガンからコーク、さあ置き攻めだと、もっと前中キックで有利振れをあえて取っていく。さあその後の小足を通す。さあブロが見えたか、逆タクの投げですね。そうですね。さあ一発圏内ではないが、どうする。さあ広がっていく。さあこの後完全二択。さあガードを選んでいく。さあどうなるか、素晴らしい、お互い通常技ですらもう危ない圏内。さあ入れ替わる。ここは鉄壁の八景対空で高尾マン選手が踏ん張りました。1ラウンド目からよく立て直しましたね。そうですね、素晴らしい。いやダッドリーの勢いはすごすぎて、もう飲まれるとやっぱね瞬殺されるんですが、まあなんとかここはやはりベテランならではの粘りを見せました。さあ時報はロリさんですかね、大阪のロリダッドリーですね。おそらくアーツは2人コークスクリューですね、まあ、タイチュンリーはコークを選んでる人が多いような気がします。さあピザビースト軍団、時報のロリ選手と、さあロリ選手流れを止められるか、チュニファイブは先方の高尾マン、チュニが初めに第中と当ててかなりいい感じでゲージを貯めている。赤分の狙いったんですか ね、 今のかもしれないですね。ダッドリーがやはりチュンリーの通常技を回転に打って近づくのがかなり難しい組み合わせなので、このラウンドはわーハッケー、素晴らしい、もう完全に成し切った感じですね。そうですね、高尾マン選手が1ラウンドリード。さあだいぶ強気ですね、お互いカニパン通してダッキンコークから、ダッキンコーク、あーちょっとシープレーが失敗したか、ハッケーで暴れにいく。さあディープ百列で、まあ、あのリスクの低い攻撃ですね、攻撃ですね。さあゲージ溜まるチュンリーも、ここで強気にいく。2択ガード、さあ何を選ぶか。さあ遅らせ、コアコアですね。さあ最終ラウンド、チュンリーは厳しさがきついがどうなる。
さあダトリガーもゲージがない。どうするか。ジャンプ台キックをまずは通して立ち回りで何を振っていくか。さあ飛びを通していくか、もっと早い展開グラップしていく。投げで走ってしまったぞ。さあどうする。動けない。移動投げが凶悪すぎる。さあ足が当たる。さあ置き攻め、リープ砲よくつながって高尾マン選手2人抜き。あのチュンリーの砲翼の後の着地攻めはまマジ見えません。見えないので、で追い打ちの仕方によってはこのリバーサル技が、出せない状況を作って置き攻めを仕掛けることができるので、はい、ここは順番決め慎重になっています。さあピザリスト軍団が誰が出てくるか。今エイプとロリーが出てますね。残りが平畑、ヨモダ、北人から。平畑だったりやってましたね。ピザビスト軍団中堅の平畑、対するは先方の噛み合っていく。噛み合って一気にスタンディングまでいったが、しのいでなんとか。お互い吸収同士の対決って感じですね。そうですね、確かに手を知っているので、まあ、出てった感じでしょうか。うん、さ あ, あえて技を透かして投げに行くと。さあ投げていく。さあ置き攻め。しのいで強気のガードですね。1ラウンド目を取っていったのは平畑だという。ゲージはすごいことになっている。大キック高校通して画面端、はい、2連チャン。さあどうなる。空中ぐらいをしてたがしっかり判断して素晴らしい。平畑だとり空中ぐらいをちゃんと把握してあえて濃く出さずにその着地攻め選んでました、はい、素晴らしい判断でしたね。さあ今度選ぶのはチュンリー5、誰を出していくか。九州勢が多いので割と手の内を知ってる人が多いような気もしますが、はい、どうなるか。あえて一平を切ってきましたね。一平はビッグワンで南浦でやってるプレイヤーなので、あえてその地域性を外していってる感じでしょうか。はい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 、はい、関東対九州。そうですね、はい。さあ 1P 側が中堅平畑だとり、 2P 側が時報の一平だとり、あ一平チュニーですね。相手の技の出し方とかのなんか感覚がやっぱ人によって違うんで、このそうですね。難しいところ。さあハッケル冷たくうまいですね。くぐって位置を入れ替えました。画面端から逃げて中足方向を通していく。ここからどうするか。置き攻め無理をしない感じですね。抑線脚が空中だったらいいですね、この状況は。あとはもう冷静に処理してゲージも溜めつつっていう感じですね。ねじ込んでいく。あー EX スピニングバードでたまらず入っていきましたね、ゲージを。さあ第2ラウンド、いいですね。飛びを通していく。膝暴れでしのいで投げを通して位置を入れ、だいぶ押し返した。前中からの投げはグラップを通して、おっカニパン見えていたが、はいはい、投げて画面端、今度はダトリが追い込まれる。ゲージが溜まる。どうなる。コパンでコパンが暴れていく。ちょっとダトリ側が苦しい展開。さあうまいくぐりを見せていく。うまいですね。さあダムしたぞ。ただここでダトリの番が来た。置き攻めはここから何を選ぶ。いや投げ返していく。太いタックを見せていく。投げを通して一平がもうな中足保養がね、なんかもうあえてもう怖いから打ってないような感じになりましたね。ありましたね。くぐりがものすごくうまかったですね。そうですね。さあラインの押し合いがすごい良かったですね。ここでダッドリは副将ですね。副将ヨモダ
岡田さんですね。やり込み含めて今関東で、はい、まあ、一番なんだろう、油に乗ってるとは言われているスタッドリー使いですね。さあ4人目、副将の 1P 側副将のヨモダダッドリー、 2P 側が、ジホの一平チェンリーですね、はい、お互いこの組み合い開幕からゲージのため合い。さあじりじりラインを上げてるのはダッドリー、角を通した時の効率を上げるためにまずはお互いそうですね、ゲージためと、まあ、短いのと技の回転がいいのがダッドリーなので、さあ一番初めは通していく前中からのショートスイング、はいはい、あチュンリーが暴れを通してもうゲージが溜まっていく、どうなるかすごいすごい映像が繰り広げられてます。先ほど、ね、チュンリー側が無理せずゲージ溜めてたので、今度ダッドリー側ゲージ溜めているが、ただ次のラウンドがお互いすごいことになりそうだが、おっスピーバーで返す、ただこれ2連チャンであるぞ、たまらず削りに行く。いやもう姉ね、この体力差あるようでないです、ほぼそうですね、チュンリー相手ではもうないと言ってもいいでしょう、はい、さあ1ラウンド先取したのはヨモダだが、お互いゲージ状況がとんでもないことになっている。どうするか、ラウンドを先取しているのはダッドリー側なので、ゲージの使い方はやはりもう気軽に行っていけるか、画面端に連れていった前中継、あれは漏れ、それだけ漏れたのかどうか分からないですけど、タクを通して円中継が刺す、いい位置にはなっているんが、さあ垂直ジャンプ、垂直ジャンプ刺る、こっから削り、あ素直に行きましたね、はい、まあ、赤ブロされてコンボもらっても、まあ、次の読み合いまで負けないっていうのを考えて、その難易度を含めてもろもろ考えて素直に削りに行きましたね、はい、あとコークは初段がすごく削るので、はいはいはい、今の体力だと多分安定含めた赤ブロになるのでかなり難しかったと、一発目で死ななければ途中から赤ブロ、まあ、多少はしやすくなるんですけど、はいはい、初段で多分倒せる体力だったので、まあ、思い切って選んでいったんだと思います。さあここでチュンリー5出てくるはマイケルタンですね、中堅ですね、そう中堅のマイケルタン、はい、スト4シリーズではものすごい強いプレイヤーとしても有名だったマイケルタンが、はい、そうですね、サード界に、はい、まあ、戻ってきた、もともとやってたのは知ってたんで、はいはい、戻ってきたと言っていいのか、まあ、ね、使ってたんですよ、そうで、ここでチュンリーを選んで来たということで、はい、ものすごい仕上がりを見せているとよく耳にしています。前ジャンプ台キックはだったか微妙に間に合わなかったか、ジェッパがガードされる、うん、ただやっぱ一覧の目はね、チュンリーがゲージがないと火力は出ないと、前中継からねじ込んでいく、画面端はチュンリー逃げていったが、ここでチュンリーゲージ溜まる、どうなるか、投げ落としていく、画面端に連れていかれて、さあお互い様子見みたいな感じですね、中足にチタブロからカニパンからフルコンボ打っていく、これは圏内です、お互いワンチャンで死にます、ワンチャンで死にますどう投げていく、いけないか、中足機構ゲージを温存、ゲージを温存していく、素晴らしい判断、素晴らしい判断、しかも削りになってますよすごい当たり方になったね、おっとミスったか、コマンドは難しいですね、結構 EX マシンガンに化けることあります。さあ読み合い EX シェッパで切り返して、画面端は下ブロから発警保育、カニパンはフォローが効かないので受けざるを得ない、今の無理ですね百裂で冷たく削って下がっていく、そうですね、キャンセルできる技の場合ブロッキングされても何かしらの技でフォローができると、何もしなかったらね、カニパン刺さるんですけど、うん、まあ、破山臭とか今気候圏に割ってきましたね、ここで潰れるんですね、その辺は多分やり込みで選択してたんだと思います。さあ満を持して出てくる大将、あの黒人ダッドリーが壇上に帰ってきました、そうですね、カメラ目線ですね、さああんだけ嫌ってるチュンリーを何枚倒せるんだ、何枚、3枚、3枚残ってるのか、そうですね、倒しきれるか見ものです。
残ってるのがスズ、白黒、マイケル君ですね。もう過去にね、はい、散々チュンリーとはやってきているので、まあ倒し方っていうのはよく知ってると思いますのでね、さあ見ていきましょう、はい、中大将黒人ダッドリー対中堅マイケルタンのチュンリーです。開幕お互いやりにいってる感じか。そうですね、アクションかけてます ね、破断臭が結構見えている、はい、さあ静かに戻ってくぐりを見せていく。ここでゲージが溜まる。大きかにパンを見投げが噛み合っていく。さあ一回に近づくか、カニパンの光に大横を差し返して百列で無理をしない置き攻めを選んでいく。ジャンプバックジャンプ中キックで空対空をしていく。あの技がね、バックジャンプのくせに判定が前にでありすぎて前、元々の位置より前に当たるというね、すごい優秀な技ですね。さあマイケルさん冷静だ、ね、ダッドリーは苦しい時間が続いている。ゆくそ中足が確定して、こっから置き攻めはあえていかない。時間を使ってこの体力差返せるのかと PP が感じか。ここで黒人選手ダブル P、 しかも0点。チュンリー5 2回戦進出おめでとうございます。おめでとうございます。ブロッキングすらさせてもらえなかった。これがマイケルタンのチュンリー、完成度がヤバすぎです。高いですね。いやー、やっぱりなかなかね、まあ、ダッドリーもね、二択のところに持ってきたかったんですが、なかなか、チュンリーがね、そうですね、しのぎがうまかったですね。素晴らしい。さあ、チュンリー5が抜けていって、最後1回戦第4試合ですね。はい、ユン5、あ、そうですね、あ、まずあれか、ヤン5、あの、ケンゾーが入ってるヤン5ですね、はい、スピードスターと、プレー、そうですね、プレーオフから勝ち上がってきたケンジチームですね。おそらくこのチーム名はメスターさんがつけたんだと思うんですよ。あ、本当ですか。あのこのケンジっていう漫画があって、八極拳をモチーフとした漫画があるので、はい、多分そこから撮ってですよね、まあ、ユンは八極拳のキャラなので、はい、さあ先方はお互い決まったようですね。さあ今大選びですね。もう決まったのかな、先方が、決まってると思いますので、まあ、あの準備ができたら座ってください。1P 側がユン5、2P 側がヤン5になりそうですね。それでは準備ができましたらスタートボタンの方を押してください。お願いします。お願いします。さあ第1回、1回戦第4試合ですね。はい。スピードスター対ケンジ。1P 側ユン5はメスターさんのユンですね。まあ商店で有名な、もうサードのもうサードの教科書というか、もう始祖ですね。ストリートファイター。はい、3サードストライクの始祖といえるメスターさんと、 2P 側は、川崎エリアでプレーをされてしているあの K 君のヤンですね、はい、さあこの組み合わせお互いどっちよりなのかたびたび議論が繰り広げられていて、まあ、結局いまいち答えが出てない、まあ、すごい要するにいい組み合わせということなんですけれども、前衛陣このスーパーツの最中はものすごくユンが強化されているので、はい、ヤンはしのぐのはかなり大変。ただヤン側は EX をふんだんに使って、はい、随時ね安定したペースで戦えるというところで、波が激しいのがユン、アベレージを取れるのがヤンといった感じですが、さあ2発動で前衛陣の中段で崩していく。1ラウンド目を取ったのはメスタさんのユン、はい、ゲームエンジンはどうしてもストックが1本なんでね、その使い切って倒した後の次のラウンドの開幕とかは少し通常の立ち回りを強いられると。でヤン1回転ばせてからのループ制ですよ ね、 ユ ン、 ユンはどうしても守りが弱い、守って、はい、まあ、無敵技ないわけじゃないんですけども、しゃがみに当たらなかったりとか、一気に攻められると脆いところがあるので、そこをやはり今度はヤンは逆に連チャン性の高い灯籠山を絡めて連チャン性の高いキャラなので、よくリープ出しましたね。素晴らしい、素晴らしい。現役中の絶勝ブロってな、反撃でケイ君が取り返していく。最終ラウンド、はい、お互いほぼゲージあんまりない状況ですね、うん、さあ開幕鉄山通る。あの技もね、判定と姿勢がすごい強いので、そうですね、今裏行きましたね、のらりくらりと当たってくる、打ってきて見てから取るのは結構難しいんで、
鉄山が通る。さあ現役時でどう触りに行くか、ここをしのぐのが必須課題だが、あれですね、雷撃の隙に小足 EX 取る確定させてましたね、多分素晴らしい。さあユンガはゲージための時間、さあ中足選手を通して、当たらない。これは苦しい、かなりのパワハラタイム。ただ投げで切っていく、出し切っていく、ノーダメージでしのいだ。さあお互いゲージない、これはどうなる、ゲージがヤンガオが溜まった。 EX 投路を通して起きちめぐは中段、中段からの中パン。あの状況ね、もうやっぱ前か下かみたいになりますから ね、そこでミャンっていうとどうしても中足灯籠とか、まあ、下段からの灯籠山っていうのが多いんですが、あえてそこで前に出る、発生も早い、まあ、で前風呂しかできない中パンを選んでいた形でしょうか。さあユン5、ケンジチームですね、時報で出てくるのは、プレーオフこのチームを、決勝トーナメント持ち込ん連れてきた牛くんですね。はい、あスタートして大丈夫ですよ、はい、さあ九州のエースの一人牛、もともとは、ユリアン使いだったのが、まあ、ユン使いに変え、ユンにキャラを変えて、まあ、ユンでもトップクラスと、はい、見ていきましょう。開幕小木に雷撃が乗っかっていく形、鉄山大パンと当てて、さあゲージの発動が早 い、リーパーガードしていく。 K 君がゲージをほぼノーダメージずっとしのぎきってますね。 お互いどっちか分かってるって感じでしたね。そうですね、雷撃ローリープあローゼッションで、うん、一気にゲージ溜めて、今度は すごいしのぎ、ほぼ無傷、あれだったらもう情報的ですよね。 EX トロを通して攻めは中段ガードして、ユン側が中パン、さあ空中ターゲットブロって、思い切って二昇客、これはね、そうですね、発生が早いので投げ無敵中に出ます。おそらくそれで当ててったのでしょう。強気ですね、お互い柔らかくて攻めが強いキャラなのでね、激しいですよね展開が。遠距離コパになったが、その後拾っていく、そうですね、中パンターゲットに切り替えて、ここは押せ切りなどせずきっちりダメージを取り切って、着地攻めは前方を通して、その次で中足選手を確認気味、素晴らしい。ゲージ発動してどうするか、高ボクシーのバリアで雷撃襲を粉砕して、さあ牛くんが取り返していく。はい、さあヤンファイブはどうするんですかね。牛くんはどうしてもやっぱ九州なので、みんな対戦経験が少ないと思うので、誰がやりやすいとかはあるのか。さあ、あ、やはり九州、そうだ、ヤンファイブに高台がいるので、九州で同じエリアなので出ていきましたね。やはりその手を知っているというところもあるんでしょう。そうね、ところはあると思います、ね。さあ時報対決ですね、ワンピー側が牛くんのチーム、レツピーは高台のヤン、お互い九州エリアですね。さあ開幕投げを通して、画面端に連れてったのはヤン、前方で手をかけて、で次の置き攻めで、おーリープリープ、ユン側はゲージさえ溜まればといったところか。壊し壊し EX 灯籠を通して、しゃがみ中パン大パン、いい連携ですね。動けない動けない、あ暴れたところに白光が刺さって、ものすごい減ります。この技しゃがみぐらいでしたね。しかも1ラウンド目取っていったのは広大のヤン、うわつなぎむずいんですが、出していく、暴れていった。さあ、いや出していきますね、裏回り早い展開、中足ブロってしゃがみ中パン絶唱、大パンね、うわー確定させていく、素晴らしい。反撃難しいんですけどね、あれちゃんと確定させるの。さあ、ゲージがどうなる、さあ、うおグラップをあえて誘ったところで天心を出していく。さあ、ゲーのコンボが決めに来たんですけど、ここからどうなるか、うわあ暴れのローを取って、ユンヤンはね、素晴らしい、ユンヤンはブロッキングされた時にフォローして出す技があんまりないので、あそこはもうしっかり反撃が入るのでね、お互い取りに行ったブロッキングからきっちりリターン取っていく。
展開が速くなってきた。前方を通してしゃがみ中パン絶唱、大パンでゲージャーも半分。ちょっと繋げなかったか、難しいが投げていく、かくってたか今、うん、すごい壊し壊しロー EX 道路ガードジャンプ狩りですかね、だと思います。うわー、着地にしっかり拾って安定コンボですね。牛くんが2人抜き、さあかなりの僅差だったんですが、はい、牛くんが粘り切ってまずは人数的に有利を取っていきましたね。さあヤンファイブはちょっと長考か、まあしょうがないですねここは、はい、おっと決まったようですね、ロッシヒカリ選手ですね、はい、さあババミカドをフォームとして、まあ、プレイされているプレイヤーで、はい、地方中堅対決になります。声援部、ロシヒカリ選手は確かにロシヒカリ選手声援部かなり選んでること多いですね、はい、EX にゲージ回せない代わりに、まあ、ゲージにしのいだりとか、まあはいはいはい、崩しに使ったりといろいろ発動ポイントがある技です。さあ機能するか、鉄山から原発動して前方、もうこれもしょうがない、必要経費みたいなものか。さあただ置き攻めでもゲージがたまる、ここをしのいでいく。灯籠を通して精鋭はつかない、灯籠2連チャン、ゲージに使われて、おっと中足で返していく。今のはおそらく声援ミスだと思うんですが、立ち回りに戻って打開で当てていく大キック。そうですね、どうしてもヤンはあそこリターン取りに行きたいんですね。リターン取りに行くとき下段になっちゃうんで、さあそこをうまく取っていきましたね。ウス選手がゲージに発動して、さあこの崩しがきつい、前方必要経費とはいえゲージも溜まるのでかなりきついですね。うわ怖え、大鉄弾が目の前で止まってました。壊し壊し、さあこのヤンが置き攻め、置き攻め、おっとちょっと出なかったか、当たらないかもしれない、なんか難しいところですね判断が。エレクストーローに使っていく、中足、いやユンガーがゲージンでしのげるか、 EX トローガールさせてゲージ当たる、格差を削ったまでありますね、はい、さあ、あっちやすいし思い切って削りに来ましたね、はい、3人抜かれて残すはフロか建造か、どっちが出るか、はい、ユンガーはまだ2人目、残るは、誰だ、ヤックンとオチビとモモチがいますね。さあ出てきたのはフロ選手、ケンゾーが大将ということですね、はい、長いトライ一種外打ち、はい、暴れて大灯籠を通していきました。置き攻めは投げ前のらへんをうろうろして思い切って引く、さあ前方を通して一覧の目は一気に流れる展開で黒が取っていきました。中期から大パン、どうしようか、ガードは硬い、前方はしょうがないか、もうゲージがたまる、相打ち早すぎる、どうする、中キック、おーっとこれは奥攻め、どうするか、削りも見えるがしゃがみ台パンを取って前歩いて投げる、むしろねあえて投げて強気でしたね強気でしたね。
むしろしゃがぐら狩りとかをあえて読んでの歩きなりだったんでしょうかね。すごい強気の行動でした。さあ、風呂なんとかストップさせて、さあ相手の中継を引っ張り出しました。残るはやっくん、おちび、ももち、誰が出るか、誰が出るか。ももちですかね。ももちですね、はい、かつては闘技も優勝したことがありますよね、はい、今はもちろんスト5でもうカプコンカップにも出場されており、まあ、スト5をメインに戦っておられるプレイヤーですが、さあリハビリは完了しているのか。序盤はフロペースだが、チュアシテッションを通していく。確認とかね、すごいからね。そうですね。さあローゼッションで切り返して、置き攻めはすごい。幻影の雷撃にヤン使い、うまいっすね。あそこで中足 EX 通路を確定させていく。苦しい展開だが、ジャクジャクシュー通して、これはこれはこれは完走できれば行くぞ。多分いった、しっかりできてます。コンボさすが、この火力がユンのね、そう魅力ですね、うん。立ち中キックからジャンプ大キックで連チャンして、おお分かりづらい、分かりづらいですね。さあ雷撃ミスからそこを反撃していったが、さあここはフロが、お今のブロもすごいですね。そうですね、ここをどんフロも無理はしない。ただこれでユンのゲージは3割5分、4割5割ナグを通して、おお上りジャンプ大キックすごい当たり方した。まあおそらくももちは飛んだんでしょうが、すごい当たり方をして、最終ラウンドジャンプ大キックで置き攻めで、置き攻めが、そうですね、2連チャン、連邦テンションを重ねていく。これはスタンリーチまで来たか、ここから歩いていくズンズン。 EX ソロ2回で、ただユンガーはゲージャンプとした、今ももちが素晴らしい。ただヤンガーもほぼノーリスク。あ、テッツさんが当たってしまったか。通常技の潜ってきましたね。前方でしょ、あ、どうなる。うわ、これは当たった。ゲージね、結構あの発動後7フレか8フレぐらい結構硬直があるんで、はい、まあ、今のところは刺さりましたね。さあフロが2人抜いて人数的には追いつきました。残るはオチビかヤックンか、はい、どちらが出てくるか、どちらが出てくるか。オチビですね、はい。しばらく海外に行かれてて、まあ、なかなか表に、あ、そうそう、オチビはねサードの舞台に見てなかったんですが、うんうんうん、最近はやっていると。でもお互いもう雷撃臭を持っててね、空中軌道を変化させるのですごい難しい読みになりますが、前方転身を通してたのはまずフロですね。投げ返して暴れからの EX 道路、ジャンプ中盤最低値、すごいですね、それ冴えてますね、冴えてますね、本当に。さあ原神発動して、ここはどうなる。ターゲットが当たらないところ、どんどんなっていく。そうですね、ジャンプからの崩しを読み切って前歩きしてきましたね。さあ1ラウンド目フローが取りまして、さあ2ラウンド目どうなる。投げ返してユンが画面端に連れて行って、ゲージが発動、前中はガードしている、ガードが硬い、前方もかわした、素晴らしいガード。これはゲージ、おっと、反撃しっかり、あーでも着地でもしっかり、怖いです。ユン側は発動できた、はい、これでどうするか。素晴らしいですね、ほとんど黒ダメージ食らってないぞ、はい、さあ削るかもしれないですけどね。おっと PA を出して、無理ではなかったですね。そうですね、まあさすがにやっぱ動い取りに行ったんでしょう、赤ブロをしてたと思われます。雷撃から壊し EX 灯籠で、おっと、うん、灯籠持続当てからの、あー、ね、これすごい強いんですよ。
鉄山鋼で潜りながらグラップ関係を潰していったんですが、ちょっとコンボつながらなかったが、その後崩して、さあユンがもうゲージ半分貯めている。おお、画面端から逃げたんでしょうね。鉄山が絡まる。これは発動して、さあいかに崩せるか。風呂をしのぎきってるぞ、さっきから。おお、これは残りカスだと補正が少ないので、残りハスでも痛い。逃げた。解放での切り返しが目立ちますね。これどうなる。うわー、一瞬下がって投げ前の外に行きましたよ、オチビ。いやすごい。でグラップをちゃんと確認して中央ステッションを入れていく。先に大将を引きずり出したのはケンジ側。さあヤンファイブは残るは大将ケンゾー。さあワンピー側がヤンファイブ副将の、あ、じゃあユンファイブ副将のオチビ、はい、大将ヤンファイブは大将ケンゾー。開幕ヤンが登録を決めて、ただその後連チャンはできていない。だがもう半分減っているぞ。ケンはズンズン前行きますね。おっとね、おっと、鉄山が取れなかったっぽいです ね、 そうですね。さあただそこから4割以上減らしていくのはこのユンのキャラパワー。そう、雷撃を読んで待って雷撃を合わせていった。おっ、さあ逆タクですね。ああ、傘谷になってしまう。うわー、投げていく強気屈伸からの PA。ちょっと怪しかったですね。確定したかもしれない、ね、そうですね。今のはちょっと難しい状況でしたね。そうですね。あんまりその普段起きる環境じゃなかったので取っていく。技の出すタイミングが早いですね、涼しいより。空対空の読み合いがすごい展開が早い。ユンがゲージ発動して奥攻めはしのげるか。ちょっとはギリギリ拾えず、あと残りカス引っ掛けて、オチビが倒しきりましたね。いやー最後あれね、残りタイマーがわずかなので、はい、投げを食らいたくないってなるんですけど、はいはいはい、もうほっとギリギリでも鉄断工出るんで、しっかりあの下段から鉄断工で浮かしていって、さあオチビが倒しきってきました。さあ1回戦が4つ終わりまして、残ったのはイブキ5と、はい、ダッドリー 5、はい、ダッドリー5で逆側がケッパ2で、ですね、右側のトーナメントが、チュンリー5とユン5って感じですね、はい。まあ、いわゆる3強と言われているところは、まあ、左側いなくて右側3強のどっちかが上がってくるという感じですね、はい。いやでも面白い感じになりましたね、本当に。なんかもう技の出し合いユンヤン対決がなんか結構空対空のタイミングがもう普通の人たちよりもさらに早いところで技をもうお互いもう出してましたよね。なんか面白かったですが、さあ今 1P、2P を決めているところですかね、はい。イブキ5とゴレンジャイ、イブキ5と、下町ロケッパ2、はい、ダトリ5ですね。準備ができたのかな。さあ席、先方はもう席についてますかね。準決勝2つも、あ、準決勝2つも我々でということで、はいはい、分かりました。そしたら、はい、準備が決まり、できたようですかね、はい。そしたら、準備ができましたらスタートボタンの方を押してください、はい。さあ、プレクーペレーションカップ準決勝第1試合ですね。ワンピー側はオレンジャイの、ワンピー側ダッドリーファイブですね。ダッドリーファイブ下町ロケッパ2、先ほどと同じですね、はい。先方金屋ダッドリーで、ツーピー側が、こちら側変えてきてます、レッドさんの息吹ですね、はい。アーツはコークと、まあ、霞なんじゃないでしょうかね、まあ、霞はかなり汎用性の高いアーツなので、相性的にはどうなんですかね。これはね、あのタチコパンがね、どうしてもしゃがみに、あのイブキのしゃがみ、あ、タチショーパンがあの、はい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 、ダッドリーにしゃがみに当たるので結構固めが強くてですね、立ち回りで結構急するんですけど、まあ、はいはいはい、ワンチャンの火力があまりにもダッドリーが高すぎるので、まあ、立ち回りイブキでワンチャン
ダッドリーみたいな感じだと思うんですが、伊吹側も対空策が結構やることが結構いろいろありますよ ね、 そうですね。なんで的を絞りづらいのもあるかもしれない、ね、ダッドリー側が。さあこれは痛いコンボ、さああれは表裏が分かりづらい。さあすごいです、そうですね、手出さなかったですね、我慢しました。ただ暴れを、これはおーっと当たっている。さ確認でき、一確認できるのもいいですよねこれね、うん、まあ、グラップ狩りだったと思うんですが、まあ、当たりました。飛びが刺さっていく。大き攻めは中段から膝をつないで、ただあの大キック一発で流れは変わりうりますからね。これはスタンチが見えている。さあターゲット、これ削り、おい、カット当たらないんですかね、あれ。無敵技をケアしたか、これは厳しい。レッド選手が早い展開で、あっという間に 2ラウンド取って下していきました。さあ続いての時報は、時報は天ぷらダッドリーですね。やっぱ伊吹はその飛びの種類、ターゲットとかも含めていろいろあるので、はい、まあ、カラージャンプとかも結構見せてたり、ね、面白いですよね。もう、はい、攻めの幅がかなりあるので、使ってるプレイヤーもなんかずっと伊吹を使ってるようなプレイヤーだと思いますね。もう、このキャラパワーというよりも楽し使ってて楽しさにもう取りつかれたプレイヤーだと思うので、はい、やっぱ引き出しの多さはもう尋常じゃないと思います。それはありますね。そこをパワーで粉砕できるかダッドリーといったところですが、さあ見ていきましょうね。的を絞らせないかっていうのも難しいところですね。そうダッドリーが時報、天ぷらダッドリー、はい、ツーピガーは先方レッドリー、はい、さあ開幕空対空で空中投げ、画面端が早い展開、見えないですね。一瞬でスタンさせて暴れから立ちコパンはね、投げ無敵中に発生するんで、投げを押してた場合は逆タクで成立し、必ず勝ちます。ちょっと押されてるか、ちょっと苦しい、スタンしてスタンコンボでフィニッシュまで行くのか、霞が当てるの難しいが、風切り長い、早いですね。なんかダッドリーパワーって言ったんですけど、いい武器のパワーがね、すごいですね。まあ、息吹もスタンチも高いんで、やっぱ一気に行くと、ダッドリーって本当はスタンチがかなり長いはずなんですけど、ダッドリーがピヨっていますからね、さっきから。かなり珍しい光景ですよね。さあ、すごい流れで一気に中堅まで引っ張り出されていきました。はい、後藤さんのダッドリーですね。ね、はい。はい、後藤さんとしてはちょっと流れを止めたいところです ね、 ですね。ここはじゃあ見ていきましょう、はい、中堅後藤ダドリと先方レッドイブキですね。開幕スムージを見せていく、ボンショウポッチはボンショウ、あ、うまいですね。飛びを見て霞がけで位置入れ替えていく。対空のタイミングをずらす EX 拡大の後に中足で、わー素晴らしい対空が素晴らしい。いやー的がすごいですね、完全に翻弄してます。はい、普通このゲームあの飛び越えていっちゃったら逆側に攻撃出せないんですけど、スーパーツはね逆向いて攻撃できるんで、あそこね慣れてないと手出しちゃうんですが、さあこのラウンドはナットリが橋を持ってったが、さあ位置を入れ替える。さあ上げ面はあえてキャンセルしない感じか、すごい当たり方してる。ただここ暴れを通して効果でつないで、しゃがみにダート TC でダッドリーが取り返していく。レッドさんも的を絞らせないのがすごい上手いですね。あー、いい反応でつなぎましたね。ここ位置できるか、
さあ、霞にしっかり反応して大キックから今回繋いでいって、これはサードあるある。置き攻めがちょっと重ねが見せたか。おお、すごい近代系。今度はガードを選んでいる。いますね。EX クビより出していく。今日つく下段ですね。くない、くないほど大キック。殴っていったが、さあ、これはどうなる？あーって感じですね。出していく。おー、しっかり。あれ、持続だと反撃なのかちょっと分かんないんですけど、ね、怪しかったですけど、ね、まあ、でもしゃがみ中盤効果になってたんですかね。さあ、後藤さんが取り返して、次はかなり踏ん張ってでかいですね。もう人数差を考えると、はい、松下の息吹ですね。はい、地方ですね。元は大阪で東京に来てたりもして、ちょっと今どちらにいるのか松下くん分かんないんですけど、はい、まあ、大阪ではロリさんのダッドリーとね、かなりやってたはずなので、ダッドリー戦の経験値は高いはずです。さあ、見ていきましょう。3人、はい、中堅の後藤だったり対地方松下いぶき。さあ、対空からのリターンがでかいですね。画面端は苦しいが出られるか。苦しいですね。出られないですね、鳥かごが。反発をしっかり重ねてダメージを取っていくが、カニパンが通ってコーク入って、置き攻めはダートがまあ立ちぐらいだったので、背は出さずに次ユリフレからのしゃがみ中パンと。冷えにしゃがみ台パンで対空していく。すごいですね。見てからですよね、多分ね、あの位置で出して、振る技じゃないので。素晴らしいですね。さあ、このランダーバチバチですね。おっと、ターゲット、そうですね、ターゲットを出すことでブロッキングの隙を下ろしてます。さあ、対空風呂からの、ね、多分ターゲットもちゃんとフォローした上でのボタン押しだと思います。後藤だったりが2人抜きで人数差をなくしましたね。戻しました。次が五栄ですね。ですね、はい、五栄武器、中堅五栄武器ですね。中堅対決までこぎつけました。ダッドリフが、はい、早い展開多いですね。まあ、そうですね、ダッドリフは火力で速くて、イブキは手数で速くて、もうなんかあっという間に試合が終わってます。まあ、結構ガンガン来られると思った通りの動きができないよね。自分の動きが結構見失ってしまったりする部分があるので、焦ったりしてしまう部分が多いと思うので。さあ、どうなるか、中堅対決見ていきましょう。リレー戦に対応するかですね。後藤だったり対護衛伊吹。さあ、盆栽にジャンプ台キックが噛み合った形で、引き攻めは画面端から逃げたいが、ここはなんとか難を逃れる形。しゃがみ台パンターゲットからハイジャンプキャンセル。ターゲットが投げていく。台足早い展開ですね。どうするか。カニパンは当たらず、プレッシャーをかけていく。こっからタクは、さあ、しっかりブロって、まあ、相手も勝つならそれしかないだろうと言ったのを読み切っての下ブロだったでしょう。空ぐらいのダート効果もありましたからね。今その辺がちょっと読み合いにはなったかなと。ダッキングにしっかりリスクを合わせていく。見ている、素晴らしい。画面端は見てしまったが、さあ、ダッドリガーがこのねじ込んで画面端を維持できている。中段からフォーク、前中キックで、まあ、タクというよりはもう攻め系を重視したタクですね。はい、取り返していきました。最終ラウンド、伊吹側がゲージはかなりあるの で、 そうですね、どっちもどっちもあるんで、もうこれはかなり激しいことになりそうですが、出していく。EX クビよりはガードして大キックから反撃。さあ、まあ、なりますね。そうなりますね。風切りから、はいはい、まあ、割と安全な切り返しをしていくと。さあ、ちょっと一瞬でゲージがなくなってしまった。
今のかなり見にくいですね、はい、一瞬いてしまったので、はい、地上ぐらいと判断し、おっと、カニパン出して大木攻めが、大木攻めが素直にダートからのターゲットで3人抜き、これで3人抜きですかね。さあ優勢だと思われた伊吹側がいきなり3枚抜かれて、リンゴですね、リンゴですね、リンゴが座っています。リンゴもね、BBK さんと多分かなりダットリー戦はやってるはずなので、まあ、経験者かなり高いでしょう。さあ踏ん張れるか、目まぐるしくて面白いですねそうですね、あ、準備できたらどうぞスタートしてください。さあ見ていきましょう。 1P 側が中堅の後藤ダットリーがただいま3人抜きで副将のリンゴ伊吹を引きずり出しました。伊吹側は結構ガンガン押してるんですけれども、結局ダットリーの置き攻めで結構取られちゃってる、まあ、そういう組み合わせですから ね、 なってる。そこをいかにかいくぐるか、まあ、的をどうね、そらすかっていうところはあると思います、はい、見ていきましょう。あ、うまく大パンを通して対空風呂から端へ持っていく、ななっ大キック、ま、フォークを通してあ、うまく大幅リードを得たが、ここでリンゴ側は着きていく、機体がスラへ攪拌、小径ターゲットしっかりしてますね。投げていって、つぶじゃしっかりガード、ここは霞を通していって、ターゲットプロから、反撃が高いですね。あ、混戦してきた。これは削りもそうですね、視野に入ってたも完全な対策ですね。さあリンゴ伊吹は取り返して最終ラウンド、ゲージ状況がちょっとですね、ダトリがかなり大幅にあるが、ただ使っていく、素晴らしい、おーといた、すごい、あーっと投げる、出していく、繋がりますからね、背の高いキャラには繋がるので、この2択はもう1回エクスパルキリを出していく、無敵技があるキャラならではの切り返しですが、もちろんガードされたら死が見えます。ただのらりくらりと削って、タップリーがかなり苦しい状況だが、盆栽圏内ではあるが、ブロられるとね、そこから持ってかれちゃいますからね。中足なよと出ないか、キングコーク対空が出なかったか、ただゲージを溜めていく、そうですね、うん、これはうわーっと区内がね、少し空中停止するので、コークが逆にそんなに持続時間というかあれが長くなくて使っちゃいましたね。リンゴ、伊吹踏ん張りました、はい、副将対決ですね、オロチノップですかね、先ほど大活躍しておりました、はい、さあレバーの感触をしっかり確かめて、はい、これ SA はまあコークと霞なんでしょうかね、やっぱりですかね。フォークですね、そうですね、はい、さあ見ていきましょう、副将対決、はい、オロチノッポ対リンゴ、開幕は置き攻めのダート TC をしっかりブロって反撃、グラップに対してライダーを合わせていく、ライダーうまいですね、あのライダーがね、基本的にガードされても反撃がほぼないので、はい、まあ、かなり優秀ですよね、早い展開の中で。
そう、中中大と力強い技出しで、ただジャンプ大キック取って大キックから反撃で、表裏は耐えて、ブロの応酬が、ブロの応酬ですねハードの醍醐味ですよ、これだんだんお互い致命傷には至っていない、うん、さあカラージャンプ、すごい裏をついていく、リバサーなんか出たんですかね、小足コークから大き攻め通して、おお、すごい、そうでしょうね、これ、ブロられた時用のショートスイングだと思います、もちろん削りも兼ねていると思うんですが、開幕、大つむじぶっ込んでいって、開幕つむじが結構多いですね、多いですね、強いですね、前でおーっと、これで削りでいこうというプランですね。さあ一気に押し切る、押し切る、これは厳しい、やっぱ3本あるアーツなんでね、決定力はかなりありますよね、削り性能も高いんで。さあ最後出てくるはカニさんですね、はい、去年もプレーオフで確か翔選手とかを倒したりと、まあ、かなりこの勝負強いところを見せていたかと思います、はい、伊吹側は残るはリンゴとヒガの2枚、ただドリガーは大将になりますね。じゃあ見ていきましょう、ワンピー側大将カニダトリ、スピー側が副将リンゴ伊吹ですね。開幕ジャンプからのコンボを通していくのがリンゴダトリ、ライパンにはブロから反撃入れて、ストーンがスタンまで持っていく、さあ、いぶきのスピードが一気に飲み込んでいって、さあ、決勝進出、リーチかけていった、ショートスイングにも珍しい当たり方しましたね、すごい来ますね、グイグイ来ます、あー出ないか、効果が出なかったか、しっかりでも反撃しますね、そうですね、素晴らしい、ああいう場面で削りに来たところを多分ツー飛ばしていった、おお、すごい踏ん張り、勝ちに行きたいところを見逃さずコンボから一気に持っていった、大キック打球フォーク、これは最低限のあれで進みましたね、おっと、これはどうなる、ライダー見えない、そうですね、表裏対策のブロ対策だと思います、はい、あ、ダークブロからのリターンが高い、カニパンはギリギリ間に合わず、さあどうなる、どうなる、どうなる、チクチク投げ、投げていく、霞をちらつかせてたんでね、いやー強気に前ステップしましたね、飛ばれたらやっぱかなりダトリが終わっちゃうので、はい、上を意識してたんでしょうが、そこをあえてダッシュ投げですかね。さあ、いぶきチーム、5連ジャイチームが決勝進出ですね、はい、いぶき5で優勝って多分プレクーペ史上ないんじゃないでしょうかね。なのでさあ、これがなるか。さあ、じゃあ2回戦です、あ、2回戦第2試合ですね、はい、まあチュンリー5対、はい、ユン5ですね、ゲンジですね、ワンピー、ツーピーは決まってんのかな、ワンピー側がチュンリー、ツーピー側がユンということですね、はい、まあ、これはサードを代表する組み合わせでもうよく見慣れた感じですよね、はい、まあ、あの1ラウンド目でも、まあ、ゲージの 運用次第ですけどね、はい、まあ、はい、はい、はい、まあ、現役人がその包囲線があると無責任に発動しづらくなってくるので、うん、まあ、その辺を絡めたラウンドを取ったら、まあ、最悪取られても相手のゲージがどうなっているのかと、その辺がまあかなり見ものになってきます、まあ、はい、そしたら準備ができましたら、スタートボタンを押して始めていただければと思います、よろしくお願いします。さあ見ていきましょう、ワンピー側がチュンリファイブ、先方はマイケルタン、マイケルタン、ツーピー側がモモチのユンですね。さあこの組み合わせはね、もうサードを語る上ではもう欠かせないというか、もうどっちのキャラクターのプレイヤーもは数をこなしてきていると思いますので、
どうなるか、まあチュンリーはね、低姿勢だったり、しゃがみガードのガード硬直2振れ伸びるっていうのがあって、ゲージン中の固めを耐えやすいキャラなので、さあその辺どうなるか、開幕、ハッケー投げと通していく、すごいですね、手前撃にハッケー合わせて、さあユンガーよりもあっという間にゲージを貯めていく。さあ高め雷撃の後に投げを打って1ラウンド目はマイケルさんが一瞬で取っていきましたね。そうですね、ちょっとユンガーにとっては苦しい展開になってしまった。雷撃の着地を投げて、さあもちここでじっくり遅らせ雷撃、はい、歩きに対してコパンで暴れていく。ちょっと出ないか、移動投げミスのところに中足接触を通して、さあ満を持しての発動、これですね、コパンが早い、早すぎる。さあタク投げる、中足接触の逆タク、膝暴れからの包翼戦、マイケルタンがあっという間に2ラウンド練習して先鋒戦を制していきました。やっぱりね、チュンリーを崩しに行く、投げに行くにもちょっと時間を空けなきゃいけなくて、そこにコパンを押されてしまうと、まあ、もちろんユン側もシャガ、そうゲブローするとか、はいろいろ対策はあるんですが、やっぱ他のキャラよりは崩しにくいと。さあここで出てきたのはヤックンですね。さっき大将に残ってたんですが、ここで早くももう潰しに来たというか、流れを変えに来たか。そうですね、早かったですね、かなり出てくるのが、この辺はね、まあ、チーム戦に慣れてるので、はい、強いやつを残しておくんじゃなくて、もう強いからこそ先に出るということもやっぱ多くあります。いきましょう、先方時報対決です。さあ開幕は投げていって、さあ今度は逆にユンが投げ返して画面端に持っていって打開を通していく。ヤック無理をせず、無理じゃないですね、ブロからハッケーで後ろに投げを通してハッケー機構でしょう。ゲージがどうなる、コパンが早い、やはり崩しにくいか。さ最後の残りカスで浮かせて中足弱弱中から待っているこの回転率の良さがユンの強さ。さあこれはあえて安くして最後、通常状態でゲージを回収しています。さあ1ラウンド目先取していたのはヤックン。画面端で投げていく、雷撃の制御がうまいが、ここはターゲットブロってから画面端で投げていく。さあこの鳥かごは全キャラ地獄です。地獄ですね、移動投げと中足がありますんでね。さあターゲットを通してゲージン発動、前方を通してチュンリーには比較的前方からも痛いコンボが入りますので、さあここゲージ回収も結構できます。どういった置き砂が来るか、ダイヤシーターゲットを通して、さあゲージにたまったか、発動できるか、チュアシから発動して、ジャンプショーパンから拳に直でいきましたね。さあヤックンさすがのあれですね、やっぱり苦しい。チュンリーファイは誰を出してくるんでしょうか。帝国中堅は時報ですね、時報ですね、時報ですね、ごめんなさい、時報対決になります。まあここはオーダーかなり大事になってきますんでね、はい、ちょっと考えてますね。そうですね、とりあえずキャラクターのカーソルだけ合わせていくと、はい、出てきたのは 白黒ですね、はい、白黒チュンリー、昨年のクーペ覇者、はい、キーマをどんどん切ってきますね、うん、もうお互いここが天王山とばかりにまあみんなエース級なんで誰が出てきてもあれなんですけど、まあ、白黒が出てきて大将にいることが多いような気がします。まあ、ここは早めに打ってきた、はい、長い移動投げ、すごい長さですね。さあ遅らせ雷撃をしっかりブロって、ね、チュンリーがいかに雷撃を処理できるかですよ ね、それでだいぶ変わってきますよね。素晴らしい、ゲージンを無傷でしのいで
投げて、さあこれは理想的な形でチュンリがゲージを吐かずにラウンドを先取していった。ユンはゲージがない状況、厳しい展開。この後はさあ砲翼で死んでしまうがどうなるか、鈴木のタックがどうなるか、怖しい。だいぶうまいですね今も。そうですね、もう必要経費ですよ。まあまあ第一般で食らい逃げしていったが、この体力差どうなるか。さあゲージが溜まったが投げて口を投げる。さあ打つか、砲翼はおそらく回してたんでしょう。はい、出なかったか。まあ前方からさあゲージは結構溜まります。ユン溜まっているぞ、防御エンジン。この崩しが通って、これは減る、倒しきりますね。はい、はい、決めた。これがユン、オフェンス力は本当にすごいです。根性を見せました、ヤック君。ハッケーハッケー、そして投げを通して膝が通る。ジャンプ以降に刺さったか、ちょっと苦しいか。口攻めはもう何も食らえないが、さ中足と一緒に切り返して現陣。先ほどもでもここからまくりましたからね。そうですね。さあここからのゲージ回収はユンが多いのでどうなる。さあ大パンを読んでいる、くぐられたが鉄山発動して直で前方。さあここでは倒しきれないが、次の置き攻めがどうなる。次の置き攻めしないで。うわヤックン、この崖っぷちから10割まくっていく。素晴らしいですね。すいません、思わず叫んでしまいました。これもうやばいですね。いや根性値がいい。そう、2ラウンドとも崖っぷちから置き攻め連続で通して倒しきっていく、素晴らしい。ヤックン、チュンリーが鈴ですかね。鈴チュンリーかな、多分。さあすごい踏ん張りを見せたヤックン。はい、元気量ブロってしゃがみ中パン絶唱。さあ、ね、発動の鉄山はしっかり読んで取っていく。ただ小足暴れから大パンループにつないで鉄山打開絶唱。ゲージ回収して弱々中絶唱。すごい。チュンリーは起き上がり、あれニュートラルにして確かニュートラルかな、無敵が少し伸びるんで、やっぱそれで使った可能性ありません、チュアシが。大撃に、おすごい当たり方。鉄山からの発動はちょっとつなぐのが難しかったが、崩しがしっかりしていて、中継打開絶唱、ゲージ回収しっかり。安全な位置でゲージ発動して当たってしまった。そしてこれは最後まで完走して、ヤックンが3人抜き、3人抜き。そうですね、数は高尾マンですね。次出てくるのは高尾マンですね。さあチームリーダー、ここで出てきます。まあ牛くんともやってるでしょう、さすがに。ユン対ユン戦は経験値はもちろんあるはずです。開幕は静かな立ち上がり、雷撃から投げていって、雷撃ローゼッション。ユンはね、絶唱ですごくゲージ溜まるんで、もう大体2コンボでゲージが溜まります。そうですね、端にも持っていけるっていうのもありますよね、やっぱり。で、幻影の後の通常状態の部分は普通にゲージが溜まるので、はい、置き攻めを通せばもう発動っていう感じですね。ただこれ画面端追い込んでいったが、おっとヤック早い逆択。これはちょっと苦しいか。もう読みですね。これはもうやっぱりチュンリー側がシャガパンでね暴れるのを読んでブロっていって、タッチキックで浮かしていくと。ゲージ回収もしっかりしています。はい、大撃の打ち方も七色なので、
ブロッキングもしづらいが、あ、しっかり取る発動のところでしっかり中足保育。さあこれは追い打ちはして離れますね。ますね、はい、おっと入れ替わる。弾にあります。ありますね。じりじりと画面端を追い込んでいく高尾マンだが、ユンガーは逃げる手段がいっぱいある。中足接触光りますね。本当にヒット確認が非常にうまい。ハッケーを当てて、お、強気の投げ。これが当たってしまう。密着リープしゃがみぐらいからジャクジャク2がつながって、これはそうですね、倒しきりますね。あー、これが八極拳の力。ヤック4人抜きですね。ですね。さあチュンリー5、5立てしてしまうか。一平ですね。さあ踏ん張ってほしいところ、はい、大将一平チュンリー対時報のヤックンですね。さあ見ていきましょう。中足絶唱で一気に画面端。スライダーやはりですね。雷撃の着地ね、投げるのすごいうまいですね。さあただしゃがみぐらいをちゃんと確認してロー絶唱で安全に発動。さあ暴れない投げを通してゲージはほぼ無傷でしのいでいく。ちょっと前ターゲットでタイミングをずらして膝で暴れていく。今度はすごい変化が起きて、お互いぴょんぴょん浮いている。ここでゲージが発動できて難しいところ。すごい前を行く。あそこの混戦の中で確認したのはすごいですね。ユンガーの鉄板あの技取られても前に触れしかないので、あの覚醒する技が実はないんですよ。だからブロってもしゃがみ5番とかしか押して。フレームよりしか取れないんですが、 その後の中足でしっかり確認しましたね、はい、素晴らしいですね。さあ前方からもヒット数が少ないのでゲージがすごい溜まる。置き攻めが前方でしまい逃げていく前、そう強気で前に来ますね。さあ壊し高いからしっかりつないでヤックンが取り返していく。さあファイナルラウンド、はい、ただゲージは今ゲージ中に終わったので、まあチュニガーがかなり持っている状況だが、さあ端に雷撃投げていく。膝暴れ、ちょっと難しいところ。あれは中足を確定させるのが難しいですよね。さあ正気決断、あとは一平チュンリー、これはゲージ消去的に連チャンしちゃうときつい。ゲージが溜まってしまう。さあもう発動、これは完走してヤックンが5立て、チュンリー5を5立てですよ。強すぎる、強すぎる。これが現役ナンバーワンなんじゃないかと噂されるヤックンです。強すぎるわ。圧巻の5立てですね。おめでとうございます。さすがでした。やっぱ視線をくぐり抜けてきたチームやっぱ強いっすわ。さあ決勝に上がったのはゴレンジャイ、イブキファイブと、そうですね、イブキファイブとユンファイブ、そうですね、ケンジチーム、ケンジチームユンファイブですね。イブキ対ユン、イブキ対ユン、これもまあまあでもやっぱりイブキの効果力がやっぱユンをあっという間にスタンさせることはまあよくあるので、はい、噛み合い次第全然ありますね。ありますね。ただどうなるんですかね、まあ、やっぱヤックンとかどう止めるんですかね。今のを見るとなかなか圧巻のごたてでしたが、はい、いぶきがもうかなり勢いありますからね。そうですね、レッドいぶきがかなり、そうですね、やっぱ引き出しがものすごいですよね、うん、まあ、確実に勝ち星を稼いでってくれて、はい、で残りのメンバーで、残りのメンバーもしっかり倒しきるという感じですよね。そこの勢いをどう抑えていくか、レッドイブキと
牛がそうですね、去年のクーペの優勝者。そうですね、メスターさんは知れてる感じですね。メスターさんはヘッダ数2年連、あ、てかユンがプレクーペ2連覇がかかってるのか、あ、まあ、あの同じメンバーもちょこちょこいる、あ、てかメスターさんだけかもしれないけど、いや牛久もいたかな、ちょっと記憶に定かではありませんが、さあユン5が、まあ、ユンとして2連覇か、まあ、いぶきが初ですね、ちょっとそういう意味でも歴史的な一戦になるかもしれません。頑張ってそうですね、どっちにももちろん頑張ってほしいんですが、さあまあこんだけのチームをねやっぱ倒して上がってくるっていうのはやっぱ持ってるってことですからね、絶対にいぶき5は。これは楽しみです。さあまあお互い多分今ね、あの先方とかまあオーダー含めてものすごい多分作戦会議中だと思いますんでね、もうしばらくちょっとお待ちくださいね。あれ、あ、インタビューが入るのかな、確かにそうですね、そうですね、インタビューの準備ができましたらまたお伝えしますが、まあこれまあ現役人があるせいで普通ねこのゲーム割とそのゲージをため合うっていう光景があるんですけど、ユンがあまりにもゲージの強すぎて、はい、まあ、その放置できないっていうのがねやっぱそのユンのキャラの強さなので、いぶき側もやっぱ割と早めに手を打たなきゃいけなくなるような気もしますが、いぶき側がやっぱ主力の攻撃がちょっと当たりづらい、しゃがみ状態で当たらないっていうのがやっぱありますよね。盆栄蹴りとか前台キック、ね、小判だったりとかその辺がちょっと手数が減ってしまいますよ ね、 そうですね、どうしても固めのパーツが、うん、そうですね、ただスタン値が高かったりとかその早い展開の中で通せば、うん、あっという間にスタンに持っていけるので、そういう意味で言うと柔らかいユンはあっという間にやられる可能性もあるんで、ね、はい、まあ、その辺どうねじ込むか見ものですが、さあ今インタビューに向けてあれですね、壇上では場所取り合戦が行われておりますこれはでも勝ちたいだろうな、どっちも。さてさて、先方がどうなるかですね、ねえ難しいですね。ユン側もいぶき側も結構変えてるんですよ、1試合目も2試合目も、はいはい、だからまあそこの辺はもう結構ね、特にね、ユン側は割と作詞な人が多いんで作詞が多いんで、その辺のオーダーしっかり考えてるとは思います。まあ、いぶき側ももちろんですけどね、そこでお互い当たるのかどうかっていうのはちょっと後で勝ったとか言ってほしいですけどね、どうなるんでしょうかね。さあ準備ができましたかね、はい、そしたら、はい、インタビューから、含めて松田さんね、あれですかね、はい、あ、まだから、はい、はいはい、あ、もういいですかね、じゃあよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。決勝戦は、いぶき5とユン5ということになりましたのでね、じゃあ最後決勝戦戦う前恒例の、意気込みをですね一人ずつ、聞いていきたいと思います。じゃあまずケンジ桃地の方からね一言お願いします。名前と一言。はい、桃地です今日は優勝するためにここまで来たので優勝したいと思います。おちびです。今日実は5年ぶりの参加なんですが、そうですね、優勝してまだ優勝したことないんで初優勝して今年を忘れられない年にしたいです。いや、あれはねよくあるんですよ。やっくんです。ここまで来れば邁進したいですね、全部、はい、無駄なく勝ちたいです。以上です。今ねちょっと前のあメスターです、すいません、よろしくお願いします。ちょっと前にヤックンがすごい試合をしてくれたんで、まあ、ちょっとは役に立つところを見せておかないと次呼んでもらえなくなっちゃうんで頑張りたいと思います。牛です。優勝まであと一歩なのでちゃんとキャラさを生かして勝ち切りたいと思います。はい、じゃあいぶきチームのゴレンジャーにも一言ずつ名前とコメントお願いします。あ、松下です。今日は参加するために参加してるんで、あ、嘘です、優勝するために参加してるんで優勝したいと思います。リンゴです。比嘉さんめっちゃ強くて
まあ、みんなのおかげで来れたんで、せっかくなんで優勝したいと思います。ごえです。まあ、僕ちょっと今日まだあんまり仕事できてないんですけど、あーだます、まあ、全力で、楽しみたいと思います。お願いします。レッドです。いぶきでここまで来れたっていうのは本当に嬉しいと思いますし、チームメイトのメンバーがもう本当に頑張ってくれたんで、ここで優勝したいと思います。日賀です。まあ、決勝まで来れてよかったです。頑張ります。あと言いたいんですけど、まあ、そうですね、いぶき勝ってるとこ見たい人もいると思うんで応援してください。はい、じゃあ準備の方をお願いします。先方も決まってると思うんでね、準備の方お願いします。じゃあ最後はですね、実況しましょうね。はい、まあ、現在ね、両チーム調校してチームでね相談しているので、ここは時間取ってもいいということにしましょう。現在8時15分過ぎたところですね。音助ですね、ほぼ今回も皆さん、あの円滑なタイムスケジュール進行ね、ご協力本当にありがとうございます。はい、じゃあ先方の2人は座ってください。じゃあ映像さんも大丈夫ですかね。はい、じゃあ2019プレクーペレーションカップ決勝戦行ってみたいと思います。盛り上がっていきましょう。それでは先方スタートボタンお願いします。さあ先方 1P 側松下いぶき、 2P 側桃地ゆんですね。ここから決勝戦の先方戦がスタートです。さあいぶきが上がってくるとはね、ちょっと予想外でしたが、ターゲット早いです。ターゲット絶頂からさあ桃地が動いてるぞ。スライディングクナイト、距離を取っていくのは松下。さあブロッキングから、さあ画面中央、中足発動していくな桃地。前方転身、二小脚から旋風脚、中パン TC、 さあ風切りが空を切ってしまって、サイド、おっと前風呂下風呂、鉄さんしっかりガードして、くないブロらせて様子見。さあ中段攻め、 TC から、さあ桃地も割り切って壊しでしょう。
ゲージ。ラウンド2。さあ、雷撃手、中足接触からのゲンゲージ。中継、旋風逆、決断接触。投げもしっかりグラップ。さあ膝うまく使っていくが、ライダーまでつなげてスタンチも稼ぐ。さあゲージ発動していくな、ももちかすみスタック。くない、さあ中央戻す、切断絶唱。先方先制したのももち。さあ時報は五へ。いぶきチームが、2枚目護衛。さあユンが皆さんゲゲンジのようにね、いぶきチームもほとんどはカスタミスタックをセレクト。さあ先方地方戦。さあももち動いているぞ。さあレバー入れ攻撃が強力な伊吹に対して、ももちも負けてはいない。現役陣から前方転身二乗客、旋風逆絶断攻絶勝。これもかすみスザクガードさせて大吉。ターゲット風切り、まずは護衛。ブロッケンから EXM 字は繋がらない。全然切り返してゲージ。さあガード硬いぞ。さあ護衛ほぼノーダメージしのいだ。さあモンキーフリップで一旦画面端、フェイントから投げていく。中足でしょ。さあもう溜まっている。バスミスザクで一旦距離を取る。投げてリープ、そして EX 風切り。さあ護衛がストッパーとしてしっかり仕事をしました。これで時報対決となります。さあメッサー、あちょっともあ大丈夫ですね。はい大丈夫です。さあ時報対決は護衛対メッサー見ていきましょう。ティッシー投げからレバー入れ攻撃、これ強力。スタンしてターゲットつむじ。さあラウンド2、ターゲットゲージ旋風脚3つから打開絶唱、鉄弾打開絶唱とかなりのダメージ。下ブロー、
さあ今度はメッサー大きくリード。決まってリープ EX カゼキリあった、まあ、セットっぽかったですね。さあファイナルラウンド、ターゲットゲンエンジン発動、これは繋がっている。さあ安定したダメージ、最後は2消却で締めて前方転身か、おっと中2章使って、さあ発動メスターが護衛を倒しました。これで伊吹チームは中堅ですね。さあメスターに対してはレッドが先に行く。若干リンゴ動きましたが座ったのはレッド。さあ去年のクーペレーションカップ優勝チームのメンバーです、レッド。さあ時報中継戦、ガブロからつむじリープ、前中立ち中継 TC 裏回りで表裏を取って、すごいコンボ。さあラウンド2 EX 区内からスタート、前台系中継 TC、 さあ幻影陣発動していくが、さあどうやって崩す、下段から旋風脚打開絶唱鉄弾、おっと裏回っている、しゃがみ中パン中パン目押し、これお見事。さあレッド落ち着いている、パスミスザック、これは確定しない、これも最後は EX 決断。さあファイナルラウンド、さあブロミスでここまで減ってしまう。くない、さあメスターも空中戦仕掛けていく、 TC、さあ副将がリンゴ。さあ時報副将戦、さあ開幕前ブロッキング、さあ先ほどはリンゴ伊吹かなり活躍しておりましたが、決勝では副将で登場、ターゲット幻影陣、さあ削ってテさんブロッキングから TC まで、コアコア絶唱。さあ画面中央はどうなる、
さあメッサーが仕掛けていく。さあ開幕好奇心スライディングから様子を見て投げしけ誘ってつむじ。さあ鉄さん、さあここもカスミ使っていく、削り&距離を取るという効果があります。さあターゲット発動していく。テスさん打開でしょう。 EX 風切りからかすみまでつなげて中足でしょう。さあまだ上がんない。あーさあ回転力が大将比嘉。We await your return, warrior.メスターと比嘉もね、昔はよく チームを組んでね、大会などには出てたんで、お互い手の内は知り尽くしているといったところだと思います。まあ、キャラ差的にもね、まあ、ユン有利と言われてるカードですが、さあ大将、比嘉伊吹どんな試合を見せてくれるのか。さあ決勝戦の地方大将戦です。さあブロッキングつむじスライディング、さあ生絶唱で切り込んでいくのはメスター。相打ち中継からの勝利。さあ常にゲージを貯めている。アイブロ投げ、ラウンド2開幕鉄弾から発動していく。さあしっかり見ている、高めの打点逃さない。さあ TC の後歩いて投げ、これはメスターバックジャンプで回避。さあ手前着地の弱雷撃襲で様子を見ているが、あでも抜けて EX 少ない、ブローらせて投げ、さあ投げ大きなダメージになってるぞ。ゲンゲージコンボ下ブロックから TCEX 風切り。さあユンチーム中堅まで行きました。さあ九州最強ユンと言われている牛くんが中堅で登場。プレーオフの代表者戦勝ち上がったプレイヤーですね、牛くん。さあ中堅大将戦、さあ読んでいる投げしけにつむじ、区内から一旦画面中央戻して下り中盤かな、ターゲットつむじ、鉄箱ゲージエンジンしのいでいるがディープからつなげてくる。鉄弾打開絶唱。さあカラージャンプ、さあよく見ているぞ。
ラウンド2、中継鉄腕ゲージ発動、前方転身、旋風脚からつないでいく。さあ画面端は下風呂に入れ込んでいる。ターゲットから化石にまでつないで、おっともう一回職人技、被害できるこの男持ってます。さあ副将座ったのがオチビ。さあ比嘉大将の意地を見せて2人抜き、副将の落ち火。タブロ絞っている、中段攻め、EX でサーコー、さあ今日ブロッキングしていたが EX カゼキリ、ゲージ発動、お互い下風呂集中してます。さあリーチをかけたな、ユンチーム落ちび、EX 潰していく、ターゲット風切り表裏を狙って、取り返していく。さあ盛り上げてくれます、開幕発動してったな、落ちび鉄山5からの絶勝、前方転身読んでいたバックジャンプ、ターゲット EX ぐらい、あこれはおっとナイスガード。さあ前方転身でフォローしていく、落ちび、さあ落ち着いている、ゲージ発、いや優勝はユンチームですね、ケンジおめでとうございます。いやでも5連ジャイだいぶ頑張りましたよ、だいぶ頑張りました。さあ結果がこのようになりましたね。じゃあ今の試合ちょっと振り返ってですね、浦健さん、マッチさん、どうでしょう。はい、どうも、はい、いやなかなかの決勝名勝負で、名勝負ですね、素晴らしい、いや被害武器の粘りがすごかったです ですね、やっぱもうあっという間にスタンまで持ってっちゃうし、うん、やっぱ過去にクーペの歴史見てみると、まあ違うプレイヤーですけど、やっぱ伊吹がユン一軍ご立てしたっていうのは結構あるので、はい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 、もうあそこでおちびが負けてしまうと本当にねあるんじゃないかと思ってね、いや思ってましたが、まあおちびもかなり踏ん張りましたね。あそこで負けてしまったらね、本当ありましたからね。もうただでも見ててもレッドさんも負けた試合とか、うんうん、ゲージの発動に EX か首よりをねもう読んで合わせてたりとか、もう要所にすごい判断、うん、早い判断の中で
最適解に近いことをみんなやってて、もう展開が本当に目まぐるしくて面白かったですね。面白かったですね、非常に。うん、まあ、そんな中、2連覇と、まあ、メンバーは同じじゃないんですが、2連覇した、はい、やっぱ U5 は本当にお見事でしたね。はい、いやもう拍手というかもう圧巻でしたが、いや倒したいですね、いつかね、プレイヤー側になってね、本当、ね、うん、ミュンとやるのは動きが結構楽しい、やりたいですからね、うん、いつかやりたいですが、まあ、今年はね、本当、てかまあ 2年連続言うんだもんな、でもそのユンも実はまあやっぱ落ちてたわけだからね、うん、初めを考えると、うん、まあ、本当に今回の優勝が本当どれだけ、紙一重っていうのも変ですけど、その、まあ、どこが勝ってもおかしくない、もうおかしくなかったですね。クーペは本当に、うん、まあ、盛り上がる理由としてやっぱもう毎年結果が読めない、もうどんだけゴリゴリ鉄板のチームがあってもなんかいるんですよね、サードの、ね、魔物じゃないですけどね、うん、はい、まあ、そこをしのいで勝ち切ったユン5は本当に見事だと思いますね。いやでも歴史的な空間も見たかったですけど ね、いぶきも ね、また来年に向けてリベンジ、21年目ですけどね、はい、さあ、な、表彰式の準備ができたようなので、ね、はい、たい平さん、松田さん、はい、お願いいたします。はい、準備の方できたみたいなんで、準優勝チームですね、ゴレンジャイには、もうステージの上に上がっていただいております。照明このままでいいの？あ、ちょっと明るくなりました。はい、じゃあ行きましょうか。代表は誰にしますか？はい、はい、プレクーペレーションカップ2019ですね、準優勝いぶき5の、ゴレンジャイ、おめでとうございます。雑ですいません。準優勝チームではですね、スプリットフレームさんからサードストライクの帽子いただいてますんで、ニット帽ですねこれ。じゃあちょっと写真を撮ったりしたいんで、一人一個ずつ全員分ありますんでね。はい、じゃあ、撮影もここでやっちゃいましょうか。はい、じゃあ準優勝、日が真ん中でいいんじゃん、うん、じゃあ準優勝チームの、ゴレンジャイですね、撮影したい方は前の方に来てください。大丈夫ですよ、写真撮りたい方前来ていいですよ。はい、じゃあおめでとうございますということで、ありがとうございました。準優勝チームのゴレンジャイにもう一度盛大な拍手をお願いします。はい、じゃあ優勝チーム5名並んでください。はい、優勝チームはちょっと表彰式のコメントもらう前に、あ、違うわ、商品授与の前にコメントいただきましょう。じゃあ桃地から一言ずつね、優勝した気持ちをですね、端からお願いします。いや、長年サード、まあサードからしばらく離れてたんですけど、まあサードずっとやってて、クーペ系はもう優勝したこと一回もなかったんで、まあ本当に優勝できて本当に嬉しかったですね。誘ってくれたヤックンとチームメイトに感謝したいと思います。ありがとうございます。おちびです。僕も初めて優勝しました。一回死んだんですけど、牛くんのスーパープレーで復活できた、本当に良かったです。あとチームメイト強すぎて良かったです。本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、地獄のプレーオフを上がってくれた牛くんすごいですね。僕は三つどもえになってしまったんですけれども、牛川最後まで勝ち切ったので、やっぱちょっとそこは違うなと思いました。勝って嬉しいです。皆さん組んでくれてありがとうございます。以上です。ありがとうございます。一応今回も優勝できて本当に嬉しいんですけど、なんか決勝で比嘉さんがいつも僕と組んでる時だけ弱くて、敵になると強いって自分で言ってて本当に勝ってきてムカつきました。
次は勝ちたいと思います。あとは牛くん、ありがとうございます。牛です。ユン使ってもう6年ぐらい経つんですけど、なかなかタイトル取れず困ってました。皆さんの力もあって今回優勝できてすげえ嬉しいです。ありがとうございました。はい、優勝したユン5ですね。チーム名がケンジ、おめでとうございます。もう一度盛大な拍手お願いします。はい、じゃあ、症状からいきましょうかね。はい、プレクーペレーションカップ2019優勝ですね、ケンジ、おめでとうございます。まあ、今回も吉原さんの素晴らしい、イラストが入った額になってますんでね。はい、それから商品の方も、プレクーペはしょぼくしようっつってんのになんか毎回結構豪華になっちゃいますね。じゃあまず無敵時間さん提供のパーカーも、人数分あります。じゃあ皆さん全員におめでとうございます。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 無敵時間マニアみたいになってますね。はい、そしてですね、株式会社アタツサさんから提供していただきましたアケコンも5台もらいました。クアンバードローンですね、これも人数分全員分あります。おめでとうございます。はい、じゃあ写真撮りたい方どうぞ。プレスじゃない方でもいいですよ。ちょっとカメラマンの指示に従ってください。あのプレスメディア以外の方でも写真撮っていいですよ。優勝はユン5ケンジです。はい、優勝ケンジおめでとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあいいですか。はい、じゃあゆっくりでいいんで降りていただいて。はい、おめでとうございます。はい、じゃあここにもありますよ。あ、牛くんの。はい、はい、皆さん朝9時からお疲れ様でした。なんとか今日も、ちゃんとオンタイムで終わることができましたね。ほんと長丁場皆さんお疲れ様でした。配信見てた人も皆さんありがとうございました。ということで前夜祭が終わりましたね。まだこれ本番ではないんですけど、まあ、前夜祭の同キャラ推奨 5on5 大会、まあプレクーペレーションカップが、終了したわけなんですけど、明日が本番です。まあすごい熱い試合あって楽しかったんですけどね。明日が本番なので、皆さん、配信見てくださった方も、また明日、見てください。それじゃあ本日はこれで締めさせていただきたいと思います。プレクーペレーションカップ2019、お疲れ様でした。また明日見てください。お疲れ様でした。バイバイキーン。